はいどうもゆきです。パワポケ静止実況 R 初期能力縛りでパワポケ5実況プレイやっていきましょう。でやっていくんですけどね、これ見てお分かりの通り一人選手を作らないと遊べないよっていうことでまたデータ吹き飛びましたね。ゲームボーイアドバンスパワポケあるあるなんですけど、ふと気づくとデータが消し飛んでいます。とっても悲しいです。アルバムも全て消えてしまいます。なのでね、パワポケ R 売り上げ順調で、もうゲームボーイアドバンスのパワポケを全て網羅してほしい。そうしたらこうやってセーブデータが消えて悲しむ男が減る。それだけが私の望みです。前原圭一のように訴えます。よろしくお願いします。ということで今回からこちらプロ野球編やっていきますね。ちょっとイベント集撮ってるんで続きからのデータありますが気にしないでください。モグラーズ編2で今回狙っていく彼女がめぐみちゃんですね。めぐみちゃんが静止彼女だと僕は考察しているので、まあ、6のあやさんの発言とかからもちょっと予想できますね。っていうところでめぐみちゃんを彼女にしながら日本一になっていくっていうルートを通りたいと思います。あとは球界を代表する選手になる諸星さん。この頃は新人なんで諸星くんって感じですけど、諸星くんともちょっと仲良くなっておきたいなと思っています。じゃあ行きましょう。さあ5話ね、3年目の BGM とか小杉との関係とかがめちゃくちゃ熱い展開になるんで、かなり好きなパワーポケなんですよ。あーちょっと待って、ベイスターズで行こうかな今後は。いやただね、プロ野球編ってなかなか初期能力縛りだと難しいところがあるんで、今回も頑張っていかないといけないですね。俺はスター選手の小杉優作。去年は新人王を取ったし、入団2年目の今年も絶好調だ。だいぶ絶好調ですねそれは。今日も試合で大活躍。今もこうして記者たちに囲まれて困っている。お前調子乗ってんな。お前こっから大変な目に遭うの知ってんだぞ、こっちは。ゆうきくん、今からミーティングでやんすよ。お前、小杉の方にしとけ、ゆうきは。うっせえわ。そんなめんどくさいものに俺は参加しねえんだよ。ねえ、クビになってしまうでやんすよ。ついてくんなよ。どうせ俺は、お荷物選手だよ。ちょっと投げやりですね。たたた。じゃあ、僕はこれで。今からテレビ局に行かなきゃダメなんです。たったったった。ここで二人がぶつかってしまう。これが、運命の始まりでした。お、うわ!くん、ゆきくん。ん?なんだ?誰だこいつ。なんだこのメガネは。毛が2本はみ出てるぞ。あ、気がついたでやんすね。君は誰だい?何言ってるでやんす。おいらボンダでやんすよ。え?ボンダ?あれ?俺がテレビに出てる。あれはベイスターズの小杉でやんすよ。え?小杉は、俺じゃあ、そんなほっぺ膨らんでたっけ?何言ってるでやんすか?あんたは万年二軍でモグラーズのお荷物選手のゆうきくんでやんすよ。は?俺は小杉だろ?まだ言うでやんすか?あそこの鏡で自分の顔を見てくれでやんす。え?誰だよこいつ?これ俺の顔?嘘だろ?俺は小杉だろ?俺はスターなんだ。はいはい、そのくらいにするでやんす。冷たい。さあ元気になったんだからバカなこと言ってないでさっさと退院するでやんす。もうちょっと優しくしてくれよ。大将、俺は誰?お前は勇気だ。お前は勇気だ。固定イベント短縮しません。その翌日、ゆきくんおはようでやんす。おはよう。元気ないでやんすね。確かに現実は辛いでやんす。でもそこから逃げ出さないで、今日も元気に練習するのでやんす。じゃあ先行ってるでやんすよ。廊下でぶつかった時に、俺とゆきってやつの体が入れ替わったとしか思えない。でもこんな話誰も信じないよな。他にすることもないし、野球の練習でもするか。この体、基本ができていないからタフを上げないと怪我するな。すると、ランニングかストレッチだな。どうせ夜までの我慢だ。まあ、タフ上げるの大事なんですけど、とりあえずノックにしておきたいと思います。ノックして、しっかりと監督評価を稼いでおく。おい、待て!なんのようだい?とぼけるな!俺の体を返せ!はは、いいかい?俺があんたの体を盗んだわけじゃないんだ。あくまでもあれは事故だろ?でも俺のふりをしてるじゃないか。ああ、あんたもな。確かに。論破された。え、いや、それは、こんな話誰も信じないから仕方なく。それに一体どうやって元に戻すつもりなんだ?だからそれを一緒に考えよう。いやだね。俺はこのままの方がいいや。冗談じゃない。諦めなよ。今の体じゃ喧嘩したって俺の方が強いんだからな。あら、あやかさん。そこにいるのは優作さん?あ、あやかさんか。ちょっと酔っ払いに絡まれたんだ。あやか?
球場によく応援に来てくれた俺のファン、お前何気にファンチェックしてんな。おい、ちょ待て、まさか彼女に。あんなの相手にしないでさっさと行こうぜ。ええー、まあ、でも彩香さんもね、いろいろあるからあんま油断しない方がいいよ。小杉、サクッと行かれるよ。ちくしょー、今に見てろ。小梅太夫か、お前は。どうしたんでやんす、練習に行くでやんすよ。せえな、俺は練習どころじゃねえんだ。ユキ君、諦めたらそこで終わりでやんす。だからって殴ることはねえだろ。何か悩みがあるのなら親友のオイラが相談に乗るでやんすよ。ひょっとしたら信じてくれるかな。まあ、親友ですからね、信じてくれるっしょ。実は俺は小杉という人間なんだ。でもこの前廊下でぶつかって。殴ることはないでしょ、ボンダ君。いい加減にしないと温厚なオイラでも怒るでやんすよ。いや、もう怒ってるよ。だいぶ怒ってるよ。本当のことなのに。でも何かいい考え思いつくまで勇気として行動した方が良さそうだな。さもないといざって時には誰も相手にしてくれないかもしれないし、狼少年になっちゃいそうですもんね。少年っていう年じゃないんでしょうけど。じゃあノック2回目して監督評価2上がったナイス。あれ、水木さん復帰したんでやんすか。あ、怪我の方はバッチリ。けどしばらくは2軍生活だな。水木さんは1軍と2軍の行き来が激しいでやんすね。は、ほとんど2軍にいるお前に言われたがねえな。いや、オイラはまだマシでやんす。ゆうきくんに比べれば。え、俺？あー、そうだな。お前は実績も全然ないし、この前、間抜けな事故で入院してたし、最も首に近い男だよな。ひでえな、お前。おいおい、そんなの困るよ。俺野球以外何にもできないのに。は？俺たちはみんなそうじゃないか。今更何言ってんだ、お前。首が嫌ならもっと練習して試合で活躍して、でもって監督に認められないとな。この試合で活躍の部分がね、初期能力縛り実況やってるとここが本当に厄介で、能力上げられないんで、もう大変なんですよ、この部分が。なんで普段の練習で監督評価なるべく稼ぎたいなと思ってるんですけど、まあ大変なんですよ。試験とかもあるしね。そうか、野球の実力が認められないとクビになってしまうんだ。そんなことになったら体を取り戻すどころじゃないぞ。くそ、このまま体を奪われたまま終わってたまるか。いや、頑張れお前、頑張れ。そのためには監督にこびろ。しっかりこびて球磨いていけ。オッケーオッケーオッケー。技術コーチはいいや、別に。技術コーチはテクモさんは別にな、どうでもいいというか、光栄テクモさんだったら好きなんですけど、さっきから誰かにつけられてるような気がするな。おい、誰だ。あ、僕ね、エリちゃん好きなんだよね。君は誰は言えねえな。知らない人のふりできないな。何の用だ。その、おやすみなさい。いや、エリちゃん好き。ヤンデレ好きなんだよな、基本的に。何なんだ、今の子は。いや、相変わらず冷たいね、お前って。また変な奴が現れたな。髭を恐れちゃんと。あなたは？ありゃ、記憶喪失の噂は本当か。塚本だよ、お前の親友。最近お前が遊びに来ないんで心配になったんだよ。その色のスーツやめとけ。エリのやつも最近お前が構ってくれないんで様子を見に来たってとこだろう。エリ、さっきの子か。まあ、別にお前がどうなると知ったこっちゃないが、貸した金は返してもらわないとな。うっせえ、調子乗んな。おいおい、怒んなよ。ちょっとからかっただけだって。意外に元気そうで安心したぜ。んじゃまたな。このユキってやつには妙な知り合いが多かったんだな。いや、エリちゃんを巻き込むな。エリちゃんは、まあ、でも妙だな。ユキ。おい、ユキ。あ、はい。まだこの名前になれないな。この前の事故で記憶が混乱してるって聞いたけど大丈夫か？古沢さん心配してくれてありがとう。はい、なんとか。あなたは？おい、本当に大丈夫かよ。二軍監督の古沢だよ。二軍監督になったんですね。おめでとうございます。あ、そうでした。その様子だとコーチたちのことも忘れたとか言うんじゃないだろうな。まあ、でも兄貴はね、さすがに覚えてるけど、体が覚えてるね、もう。はい、実は。よし、まずはあいつからだ。はい、覚えてます。あの、やたらと筋肉質なやつが筋力コーチの鬼ザメ。あ、筋力コーチ？打撃コーチとかじゃなくて？何言ってんだ。見るからに筋力って感じだろ。ふわっとしてんな。そういう問題なのか。次にあの男だが。ディンジェル。あの、木からぶら下がってる人ですか？素早さコーチの人来。最後にあの男が。リーゼント。あ、普通だ。技術コーチのテクノ。名前が変なのか。いいか、一軍に行くためにはあの3人のコーチの教えを受けることが重要だぞ。まあ、そうしたらね、さすがにこれは兄貴でしょ。鬼ザメコーチのところへ行こう。おお、ユキか、珍しいな。この人、選手よりいい体してるよな。どうした、元気がないぞ。いい体、してますね。そうか、改めて言われると照れるな。だが、おだてても何も出ないぞ。はあ、よし、練習を見てやろう。ありがとうございます。やっぱ、兄貴のことはリスペクトしてるんでね。あ、ユキさん、おはようございます。
え？あ、うん。確か、斉藤くんだったよな。斉藤ディース。おはよう、斉藤くん。え？え？あれ違ったかな？いえ、合ってますけど、ゆうきさんにそう呼ばれるとなんか気持ち悪いっすよ。いつもはイサムって呼ぶじゃないっすか。ああ、うん、そうだったね。まだ記憶が混乱してるんですか？しっかりしてくださいよ。気をつけるよ。ところでゆうきさん、朝飯まだですよね。うん、今から行こうと思ってたんだけど。じゃあ一緒に行きましょうか。イサムと朝食を食べました。あんな態度だったけど結構友達多いんだね。さあ、朝飯も食いましたし、今日も一日頑張りましょう。おう、よろしく。あ、体力回復は助かる。じゃあ兄貴のとこ行ける。体力があれば兄貴のところに行ける。鬼ザメコーチがいないな。あ、こんなところにいた。うおベンチプレスお願いますぞ。うわ、鬼ザメコーチ今日も気合入ってますね。先週以上に筋トレするコーチなんてここに来て初めて見たけどな。聞こえてるぞ、ユキ。させ。おー、気にすんな。それじゃあグラウンドに行くか。へい。コーチの指導を受けました。まあ、コーチの弾丸とかも受けるのかな。よー、ユキ、どうだべ、調子は。あ、うまいさんでしたよね。今出たら流行るよ、うまいさん。馬が人気だから今。なんだ、まだ記憶はちゃんと戻ってないんだべか。困ったもんだべや。馬娘ちょっと実況したいんだけどね、悩んでるんですよね。そうだ、気晴らしに馬でも行くべか。馬？競馬場だべよ。ちょっと前まで一緒によく行ってたじゃないべか。え、あ、そうですね。またそのうちに。んー、なんか本調子に戻るにはまだ時間かかりそうだべな。まあ、これでも見て元気出すべ。じゃあべな。あ、ありがとう。もう最高か。エッチなビデオをくれる先輩とかさすがに最高では。元気出せって言ってくれたらもうそれは元気になっちゃうよ。弾道上がっちゃうよ。あ、よし。今のもう一セットだ。はい。いや、ここで弾道上がるとまずいな。一応真面目にやってるような。ありがとうございます。監督評価めっちゃ上がりますね。ムーンが来たよ。ムーンが来たよ。ムーン。なんだありゃ。え？今更荒井兄弟が珍しいのでやんすか？いや、さすが双子だけあって似てるよな。え？双子じゃないでやんすよ。え？他人の空似なのか？だったらやべえな。それ新種のギャグでやんすか？ムーン。僕たちがどうかしたのかな？げ、三人目。三つ子なのか？いや、記憶が混乱していてさ。君は荒井？ムーン。僕は荒井金尾なんだな。ムーン。僕は荒井銀次なんだな。ムーン。僕は荒井パルオなんだな。パルオが一番見分けやすいね。モグラーズの球団職員でやんす。しかしこの三人を忘れるなんて相当重症でやんすね。ムーン。二軍暮らしは辛いんだな。ムーン。辛いことは忘れてもいいんだな。ムーン。でも忘れてしまっても現実は変わらないんだな。なんかむちゃくちゃ言われてないか？それが嫌なら一軍に上がれるように頑張るんだな。必死で練習するんだな。でも努力が報われるとは限らないんだな。同じ顔を三つも並べて、な、分かりきったこと言うな、デアンス。これが二軍ということなのか。スターのはずの俺がどうしてこんな目に。とりあえず一軍へ行くぞ。でもここでさ、なんかスターだったら負けちゃいそうな気もしますけど、なんでしょう、気合い入れられるっていうのがもうすごいよね、この子。えい、この筋肉バカが。やかましい忍者マニア。なんだ、鬼ザメコーチと陣雷コーチが喧嘩してる。まあ、でもどっちもその通りなんだよな。お、やってるやってる。居酒屋か。テクノコーチどうして止めないんですか。おいおい、あいつらの喧嘩はいつものことだろ。んなことも忘れちまったのか。お、今日は引き分けか。よし、今日はもう上がりだ上がり。居残り練習したいやつは。何なんだ、ここのコーチたちは。楽しそうでいいけどね。テクノコーチだけキャラ立ってないんだよな。ユキ君はあんまり外に出かけないでやんすね。うん、まあね。野球の練習が忙しいし。んなこっちゃダメでやんす。外出して適当に息抜きをしないと結局野球のプレーにも悪い影響が出てしまうでやんす。確かにこの状態を解決するヒントが得られるかもしれないな。よし、たまには街をうろついてみるよ。オッケー、うろつきコマンド解放。この街にはいろいろ面白いところがあるでやんす。オイラはマニアショップが特におすすめでやんす。実はこの前も、でも最近マニアっていう言い方しないけどね、そんなに。んじゃあ、パチンコ屋とかも行きたいんですけど、結構大事になってる、くるんで。で、ヘルスで筋肉にも会いたいんですけど、やっぱここはファミレスでしょう。行っておきましょう。ファミレスに来たぞ。中に入りましょう。よし、中に入ろう。来た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 。今回狙うのがこの女の子、めぐみちゃんですね。何気に。パイオツがビッグっていう噂があるめぐみちゃんです。いらっしゃいませ。席にご案内します。何名様ですか？あー、一人だけど目がやらしいんだよ。こちら。うわー、目がクリンとしてる。左の男の目と全然違う。なんだこの目の違いは。お前左、ゆうき、やらしいぞ目が。こちらの席にどうぞ。何になさいますか？あ、みんなだったらどれにしますか？これハンバーグセットかステーキコースかコーヒーか。
この3つだったらね、僕割とがっつり食べたい派なんで、まあね、これだったら D の黄身を食べたいにしますね。私ですね、注文は以上でよろしいですか？ノリがいい。あ、はい。ちなみに私はすごく高いですよ。値段はいくらなの？100億万円です。小学生が言う数字か？かわいいぞ、この野郎。2000に負けてだいぶ負けさせるな。お前 99% オフどころの話じゃねえぞ。嫌です。それじゃあ、ハンバーグセットでいいや。ありがとうございます。しばらくお待ちください。いや、ステーキセットがよかったな。ああ、曲がった。さてと、お腹もいっぱいになったし、そろそろ帰ろう。ありがとうございました。これが出会いですね。もう第一印象最悪ですね。ゆきくん、今日の試合は監督が見に来るらしいでやんすよ。監督なら毎日ベンチにいるじゃないか。それは古沢監督でやんす。今日来るのは一軍の北条監督でやんす。あ、ほら、あそこにいるでやんす。いるね。ああ、そういえば、モグラーズの監督はあの人だったな。とにかく、いいところ見せて一軍に昇格でやんす。よし、いいとこ見せるぞ。で、一軍で使えそうな奴はいるのか？あの、勇気ってやつが最近いいんだよ。ほ？まあ、今まで態度最悪だったからね。いけんのかな？初期能力だぜ。あ、ぶ、あ、ぶね！ちょっと待って、ちょっと待って。闇糸1、パワー G、きつ。せめてエロいビデオ見ときゃよかったな。やる気あげるべきだったな。しくったな。これはボール球大丈夫、大丈夫、大丈夫。でもちょっと打ちたいよね、ここ。いやー、きつい、やばい、やっぱり初期能力で、プロ野球編きついな。やべ、5点取られてる。だいぶ持ってかれたな。ここよ。あ、オッケーオッケーオッケー。これはさすがにいったっしょ。なんならいい。お、弾いた。ナイス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 。オッケー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 、ラッキー。もう一回打ちたいな。もう一回打ったら評価いいでしょう。いやー、ちょっと待て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 。試合で評価取れたら取りたいんだよね、ちゃんと。あ、ちょっと待って、スローボールだった。ごめん。ちょっと落ち着いてけ。あ、やべ。え、ワンフリ遅れた、最悪。一回打ったぐらいじゃ、もう一回打てる。もう一回チャンスが来た。ここよ。来た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 、ナイス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 。オッケー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 。これはさすがに北条さんもね、ああ、勇気結構いいですなって言わざるを得ないと思いますよ。まあ、負けたけど。圧倒的に負けたけど。俺は4打数2安打だった。そして2打点を挙げた。よし、頑張ろう。オッケー、いいんじゃないのこれは。まあまあ、選手は育っているようだな。お前、まあまあじゃないだろ。ゆうきさん、ゆうきさん、あの能力でこんだけ仕事したのよ。ちょっとは褒めてほしいな、北条監督。ダメかな。龍神石ちょうだい。ゆうきはどうだった？まあな。ツンデレ。なんだかんだ言って監督評価10も上がってんじゃねえか。なかなかのツンデレですね。したら、そうだな。水木さんいる。行きたいな。行きたいけど、ここはファミレス2回目行っておきましょうか。ファミレスに来たぞと。はい、中に入りますぞと。めぐみちゃん。めぐみちゃん。いらっしゃいませ。席にご案内します。何名様ですか？あ、一人だけど、こちらの席にどうぞ。何になさいますか？まあね、まあね。今回はさすがにね、前回滑っちゃったんで、同じようなことはするんですよ。君でしょう。私ですね。注文は以上でよろしいでしょうか？でしゅかつ、ですか？あ、はい。わかってると思いますけど、私はすごく高いですよ。もう完全に覚えられてますね。前回もこいつ言ってたなって覚えられてますね。値段はいくらだったっけ？10億万円です。ゼロが1個消えたね。あれ？この前より安くなったの？今の世の中、デフレが進んでますから。じゃあ10円に負けて。だから少し値段が下がりました。それじゃあもう少し下がるのを待とう。これ失礼だけどね。今日はステーキコースでいいや。いいね、ステーキは好きです。ああ、わかった。さてと、お腹もいっぱいになったし、そろそろ帰ろう。ありがとうございました。ノリいいよね、めぐみちゃん、基本的に。モテるだろうね。したら、体力あるときはノックで監督評価稼いでおきたいと思います。これでもう一回いけるかな。あ、でも怪我率 8% は怖いからな。基本怪我したくないんで。では、ファミレス3回目行きましょう。たまに店長出てくんだよね。オッケー、ナイス。運命の赤い糸で結ばれてるよ。君の髪は緑だけど。いらっしゃいませ。席にご案内します。何名様ですか？一人です。知ってるでしょ？僕のこと。じゃあね、今回はね、まあ、こう、君かな。私ですね。注文以上でよろしいですか？あ、はい。しつこいようですけど、私はすごく高いですよ。ごめん、これ、さらっとこっちのことしつこいよって言ってんのかな？もしかして。いくらになったの？10億万円です。あれ？この前と同じだよ。もう安くはならないの？もう、そこねみたいですね。きっと今が買いでしょう。でも、これだけ可愛い君を買うなら、10億万円。出せたら出したい。俺は貧乏人だ。出せん。んでももうちょっと下がるのを待ってみるよ。だいぶ失礼だぞ。お前、そこねっつってんだろう。今日はコーヒーでいいや。ありがとうございます。しばらくお待ちください。そして、
あー、うまかった。さてとそろそろ帰ろう。ありがとうございました。お、今田活動さん。おい、ユキ、あんたモグラーズのユキだろ。え、そうですけど。たく、名前呼ばれたらすぐ反応しろよな。あなたは？俺はモグラーズ応援団団長の今田活動だ。いつも試合に行ってんじゃねえか。で、それは一軍の試合か。はあ、耳がキンキンする声だな。おめえもよ、もっとちゃんとバリバリ練習頑張って、一軍に上がらにいかんよ。はい。けね、出前の途中だったんだ。母ちゃんに怒られる。じゃあな、頑張れよ。今田さん好きだな。面白い人だな。いや、好きなんですよね、今田さん。おや？彩香さんがいる。あそこにいるのはこの前の彩香って子だな。俺のファンだった子があんな奴の毒牙にかかるのを見逃すというのもなんだよな。でも彩香さんクソ美人だよね。今の小杉が別人だって一応警告しておこうか。あれ？しまった、考えてるうちに見失ったぞ。あ、そういえば。え？私の連絡先？そうね。じゃあここにポッてしてますね。もう小杉手出してるやんか。え、これが君の携帯の番号。後ろ半分が俺の大学の学籍番号と同じだよ。上の数字も数字が順に並んでいて覚えやすいね。そうだ、思い出したぞ。お前手出してるやん、お前小杉だった頃。そのうち電話してみようかな。がっつり手出してるやん。オッケー、じゃあ今回ここまでにしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。さあ、めぐみちゃん、もうこんだけセクハラしたんで、普通は避けられてもおかしくないんですけど、ここから関係を築いていきたいと思いますので、楽しみにしておいてください。じゃあ、よければチャンネル登録、高評価お願いします。バイバイ。はい、どうも、ゆきです。パワポケ静止実況 R、初期能力縛りでパワポケ5実況プレイ続きやっていきましょう。前回、めぐみちゃんに散々パラセクハラしたんですけど、なんかちょっと疲れてきてる気がしますね。じゃあ、ファミレス行きましょう。で、ここでね、この2つの選択肢の他に、中を覗くっていうのが生まれてます。こちら行ってみましょう。中を覗く、覗きをします。そうだな。特にお腹は空いてないんだけど、せっかく来たんだし、ちょっと覗いてみよう。まあ、お腹空いてないのにファミレス来んなよって話ですし、ファミレス、店入る気ないのに店覗いてどうすんのって話でもあるんですけど、まあ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 、そういうもんなのかな。なんか客はあまり入ってないみたいだな。うぜえ。食べる気ないのに店覗いて客あんまり入ってないみたいだなって言ってくる人、うざすぎでしょ。おや？こんなところからロッカールームが見えるぞ。完璧に覗きでしょ、これ。あ、ジャパー。もうこんな序盤でこの BGM はダメだよ。絶対なんかあんじゃん。ヒゲ。あれ？店長とウェイトレスの女の子がなんか話をしてるぞ。ほら、もう悲しんでるよ。あ、女の子が泣いてるぞ。世の中いろいろあるんだな、きっと。ここにいても仕方がない、そろそろ帰ろう。まあ、まだ首突っ込める立場じゃないからね、めぐみちゃんと関係もないし。オッケー、じゃあこっからちょっとめぐみちゃんランダム女王なんで、ランダム待ちが必要になってくるんですけど、エリちゃんか。あ、また後をつけてたみたいだな。エリさん？ごめんなさい。その、ご迷惑かなとか思ったんですけど、最近電話してくれないし。事情を話してもな。難しいから、優しくしてあげよう、女の子には。電話番号をなくしたという。いや、実は電話番号わかんなくなっちゃって。え？あ、そうだったの？やだ、私ったら勝手に。こんな関係の女の子がいるのに、新しい女狙うな。はい、これ。ありがとう。もうなくさないでね。いや、エリちゃん、可愛いよね。素直にいい子なんだよ。好感度バチクソ上がるし、10上がったよ、今ので。んじゃあ、監督評価。え？怪我率 4% とかじゃなかった？え？ゆきくんどうしたねやす？なんか様子が変でやんすね。こっちちょっと来てほしいでやんす。怪我をしてしまった。なんで2週間？今だって別に。え？怪我にそんな高くなかったよね。黒の博士。ちょっと待って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 。黒の博士さ、知り合いでもなんでもないっすよね。まだ。急に病室に黒マント来た変な博士来たら、多分追い返されるよ。ん？立花の病室はここではないのか。しかしそこの君、人の顔を見てびっくりするとは失礼ではないかね。いや、全く知らない病室にガチャって入ってきてそんなこと言う方が失礼だと思うんですけど。すいません、あまりにも個性的な姿だったもので。いや、でもこの頃ってさ、こうやって入院した後に定期イベントが来ると、そっちで専用のイベントが用意されてるんですよ。2とかもそうだったんですけど。ここが結構手が込んでて好きだなって思ってる点です。ふむ、科学者たるもの張ったりも大事だからな。科学者ですか？さあよ。この世の真理を探求せんとする者、黒の鉄斎とはわしのことじゃ。大丈夫ですか？ちょっと笑いすぎたな。こういう人ならかえって俺の話を信じてくれるかもしれないな。ちょっと話を聞いてもらえませんか？そして。なるほど、実に興味深い話だな。これから俺はどうすればいいんでしょうか？
なーに簡単だよ。わしに任せれば人間の外見などすぐに作り直せる。すげえな。だから君の外見を小杉そっくりに作り直せばいいんじゃ。すごすぎでしょ。整形外科のブラックジャックって呼ぶぞ。あ、なるほど。でもそれじゃ世の中に小杉が二人になりませんか。だから向こうの小杉を説得して今のお前さんの姿にすればいい。でも俺が言うのもなんだけど、小杉ってスター選手じゃないですか。あいつがその立場を捨ててくれるとは思えないんですよ。はは、それも簡単じゃん。お前さんもスター選手になればいい。え？そうなればお互いの立場を元に戻しても何の不満もあるまい。そうか。なるほど。なるほど。ありがとうございます。将来に光明が見えてきました。よし、頑張るぞ。早く怪我治せ。まあ、その前に怪我を治さんといかんがな。間違いない。早く怪我治せ。てか、黒の帰れ。立花の美容室行ったれ。お、ソムシーじゃん。よ、見舞いに来たぞ。どなたですか？ちょっと、入院期間楽しいな。お前、エリの男の勇気だろ？そうです。エリちゃんの男です。私、同じ店のソムシーだよ。ああ、エリさんの知り合いか。お前、うちの店来たよね。その時あったじゃないか。ああ、そうだっけ？ソムシー可愛いよね、でも。俺忘れっぽいから。エリは寂しがり屋だから、お前、時々電話してあげるね。それじゃあまたね。なんだったんだ？なんだったんだだけど。みんないっぱい来てくれてちょっと嬉しいよね。勇気人気だったんだろうね。変化する前も。軽くトレーニングしておくか。あー、これはね、もちろん鬼ザメニキに気に入られたいんで筋力ですね。つかトレーニングにしとくか。もう毛が怖いからな。鬼ザメニキんとこ行って、いやでもトレーニングでも監督評価上がんないと意味ないからな。たまに見に来てくれるけど、いや監督評価も上げつつ、あれ、なんか忘れてるような気がするでやんす。なになになに、給料日、給料日は忘れねえか。どうしたんだいモンダ君、今日は何の日だったでやんすかね。あ、そうか、思い出したでやんす。今日はゆうきくんの誕生日でやんす。それは忘れちゃダメだろ。え、あ、そうだったな。めでたいでやんす、めでたいでやんす。彼女のいないゆうきくんに、うるせえ、おいらの真心のこもったこれをプレゼントするでやんす。エリちゃんいるわ。ありがたく受け取るでやんす。あ、ありがとう。お守り、これは素直にありがたいな。したらボンダ君とこ行こうかな。めぐみちゃんはちょっと待ちなんですよね。今仲間のとことか行こうか。いや、ボンダ君、それにしてもこの部屋段ボールの箱が多いな。あ、また増えたでやんすかね。ガチャガチャも、食玩も、新作が次々に出るので大変でやんす。わかる、どんどん出るよね。中身はそれか。でもどうして飾らないんだい？部屋が狭いでやんすからね。コンプリートしたらちゃんと分類してしまっておくのでやんす。なんかもったいないけど気持ちわかんだよね。今更どうしてそんなことを？いや、なんとなく。でもせっかく集めたんだから全部飾りたいよな。へへ。どうしたんだい？いや、なんでもないでやんす。それよりこの新作を見るでやんす。へえ、これがお菓子のおまけなのか。すごくよくできてるな。ちょっとマニアの仲間が増えたって喜んでんだろうね。おい、ゆき、最近風呂場の掃除がちゃんとできてないぞ。あ、早速やります。それにしても古沢監督も寮長兼任なんて大変ですね。そうだよな。球団が専業の寮長を置いてくれれば俺も楽なのに。せこい球団だな。そうだ、球団に掛け合ってみては。そんなことしたら給料を下げる格好の口実を与えることになっちまうじゃねえか。とにかくごまかさずに風呂場の掃除やっとけよ。えい。で、そもそも掃除なんかも普通は業者を使わないか。まあ、だいぶお金ないんですね、この球団は、モグラーズは。あ、イサム君は別に行かなくていいかな。イサム君行くんだったらちょっとパチ行きたいな。ファイブはパチンコ大事ですからね。パチンコ屋に着いたぞ。そういえばパチンコ屋に来るのは久しぶりだよな。よし、中に入ろう。すごい音だな。どれを打っていいのか全然わかんないぞ。今からパチンコかい？うるせえ、ダニ。まあ、お前は歌舞伎町のダニって呼ぶぞ、お前。おいおい、今日は何もしないぜ。今日はじゃなくて今日もにしとけ。ん？見たところお前パチンコのやり方をあまり知らねえみたいだな。ようわかるな、そんなすぐに。なことどうだっていいだろ。同じ絵柄が並んだら大当たりなんだろ。まあ、そうなんだがな、教えてやるよ。まずな、この台、お魚物語っていう台なんだが、13579のどれかが並ぶと格変になるんだ。海物語だ。格変ってなんだ？確率変動って言ってな、連続して大当たりが来やすくなるんだ。まあ、大抵3、4回続けばいい方だな。それ以外の数字が並ぶと、その時点で玉を景品に交換しないとダメだ。ん？すると、格変が来たら出玉を使って、そのまま連続して打てるわけだな。まあ、やめ時を見極めるのが大事だかな。よし、わかった。ちょっとやってみるよ。ひひ、熱くならねえようにな。この目やばいよね。そして、もう連続9連チャンしたよ。だいぶすげえな。もうよかったじゃねえか。今日は素直に礼を言うよ。ひひ。いや、ビギナーズラックってあるんですね。聞いたでやんすか？一軍の選手が怪我で入院したんで、誰かが一軍に上がれるみたいでやんす。これは勇気でしょ。え、本当かい？おいらの見たところ、今日の試合で一軍行きの選手は決まるでやんす。よし、頑張るぞ。いや、これは勇気でしょ。ダイエーホークスがいる。好きだな。落ちる、落ちる、落ちる、落ちる。おい、落ちる。オッケー、オッケー、オッケー、ギリギリ落ちた。ナイス。
よし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 。基本2本打ってれば褒められるみたいなとこありますからね。落ちるっしょ、落ちるっしょ、落ちるっしょ。オッケー、なんかギリギリ落ちる。助かってるマジで。よし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 。このまんまもう1本ぐらいいけるか。いや、これはちょっと、あ、いける、いけなかった。いけなかった。ダメだった。でももう2本打ってっから。2本打ってる安心感半端ないから。でもここでもう1個、打ってなかったなぁ。ちょっとふわっと上がりすぎてるなぁ。まあ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 、諸星くん、ホームラン打ってんね。俺は4打数2安打だった。もっと頑張らなければ。いや、でもいいでしょう。微妙な活躍だったでやんすね。うるせえ。これじゃあアピール不足かな。いやでも評価上がってるからね。結果的にはいいんじゃないの。今評価何歩ぐらいなんだ。おお、クリアラインは一応達成してるんだね。オッケー。そうしたらノックして確実に評価を上げつつ、もうさっきの怪我が怖すぎるんで、体力ある時だけにしときましょう。今日は遅くなっちゃったな。来た。来た来た来た。ランダムイベント来た。やっと来た。だいぶ時間かかった。うん。助けてください。え？どうしたの？誰かにずっと後をつけられているんです。ストーカーだな。どこにいるんだ？あそこの角に。大丈夫だよ。俺が追っ払ってやるよ。どんな奴だ？捕まえて警察に突き出してやる。ん？誰もいないぞ。誰もいないよ。大丈夫。もう逃げちゃったみたいだ。どうもすみません。ありがとうございました。あれ？君はファミレスの、俺のこと覚えてるかな？あ、よく私を注文してた人ですね。もう最悪の覚えられ方してるやん。ピンポン当たり、バカ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 、そこはごまかしとけ。とりあえず心配だから家まで送るよ。え、いいんですか？それじゃあご迷惑じゃなかったらお願いします。よく自分注文しまくってた人に送ってもらえるね。私怖くて、そして。あ、ここで結構です。ゆきさん、今日は本当にありがとうございました。それじゃあおやすみ。あ、もうこんな時間か。早く帰らなくちゃ。よし、ひとっ走りして帰ろ。はい、行っちゃった。忙しい奴だな、あいつ。せめて名前ぐらい聞いとけよ。あ、イサムなら、イサムならいいな。いや、研究所行っとくか一回。パチンコ行ったもんね。一通り紹介しときたい。博士、帰ってきたでバッタか？もうバッタ男だ。失礼でバッタね。俺のどこがバッタ男なんだ。見た目からゴミのバッタまで全部。ブブー、不正解でバッタ。俺はこの世から悪を食い尽くす正義のイナゴ仮面なのでバッタ。イナゴなのかバッタなのか、はっきりしろよ。間違いない。とりあえず博士に改造されたのか？いや、悪の組織プロペラ団だバッタ。そしてそこを脱走した俺は長く辛い戦いの果てについに勝利を。とりあえず博士は留守なんだな。ちょっとまずバッタ。全然信用してないバッタね。当たり前だろ。悪の組織だとかなんだとか。本当のことなのに、正義の味方は孤独でバッタね。まあ、今後もそういうもんだから。正義の味方はだいぶ報われないから、このゲーム。まあでもね、その中でも戦ってってっていうのがいいんだけどね。あ、しまった。寮の門限に間に合わなかったぞ。いや、これはこっそり入んないと怒られるから。よし、壁を乗り越えて窓から部屋に戻ろう。スパイダーマンか、お前は。ふう、見つからなかったな。オッケー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 。いけるかな、ノック。怪我率 3% でしょ？いやー、オッケーオッケー。よし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 。監督評価2上がりました。ありがたい。したら、あ、水木さんは行きたいな。ん？なんだ、ゆうきか。今ちょっと忙しいんだ。また暇な時に来てくれ。問答無用で弾き出されたな。大変でやんす。モグラーズが買収されちゃったでやんす。え？買ったのは大神グループってところでやんす。あの有名な？でもどうしてこんなボロチームを買ったんだろう。なんでも会長の息子が高校で野球をやっていて、プロで活躍させるためにモグラーズを買ったらしいでやんす。だそりゃ。親の七光でプロになったって活躍なんてできないだろうに。まあでもめっちゃ強いから。それが超高校生級のスーパー選手らしいでやんす。弾丸論破か。どうも息子を最高の環境で野球させたかったみたいでやんすね。だったら別の球団買った方が良かったと思うけど。するとこの球団の設備や球場も改善される可能性が高いわけか。やれやれ。お気楽だねお前ら。え？どうしてです水木さん。息子に悪い影響を与えないようにって、俺たちベテランをまとめてクビにするかもしれないんだぜ。え？まさか。おいら練習するでやんす。俺も練習するぞ。モグラーズが大神モグラーズになりましたね。さあ、水木さんいるな。ちょっと入れて。ん？なんだ、ゆうきか。今、もうずっと忙しいやんけ。もう暇になってくれよ。暇になってくれよ。ボンダ君、水木さんがいじめる。おい、ボンダ君。あれ、映画を見ていたのか。邪魔しちゃったかな。いや、もう肝心なところは終わってるでやんすから。見た感じ普通の映画だな。アニメじゃないし、ホラーでも SF って感じでもない。あ、これはラスベガス建設の話なのでやんす。なんだって？ボンダ君らしくないな。そんなことはないでやんす。これは男のロマンでやんす。ん？そして。ラスベガス？あ、聞いたことあるぜ。世界最大のギャンブルの街が、だが、あれは砂漠のど真ん中にあるんだ。
それがどうして男のロマンなんです？まあ聞けって。ほんの50年ほど前まであそこはただの砂漠だったんだ。で、そこにやってきた一人の男がある日突然ひらめいたんだ。ここに世界最高の歓楽街を作ろうってな。で、なんと本当にやっちまったんだ。すごいよな、それは。じゃあ一人の男の思いつきからその街はできたんですか？まさにアメリカンドリームだよな。もっともそいつは犯罪組織の金を建設に使いまくったのがバレて殺されてしまったらしいけどな。だいぶだな。でもすごいですね。そんなことができるものなんだ。ボンダ君もその映画で野球に対する気合を上げていたんだな。まあ、間違いなく野球に対する気合を上げていたのかな。よし、俺ももっと頑張るぞ。しかし、ボンダのやつならもっと直接的なこと考えそうなもんだが、その直接的なものをね、8で作るんですよ。今日から秋キャンプだ。あそこに一軍の北条監督も来てるでやんす。それで使えそうなやつはいるのかい？あの勇気なんか結構いいぜ。年食ってるな、うるせえ。あと1年ぐらいじゃないのか？いや、だからこそ最後の花を。そういう温情主義は嫌いだね。それとも他人事に思えないのか？だいぶ嫌味ですね。あれ、監督が2人揃ってこっちにやってきたぞ。ユキ、ちょっと打ってみてくれ。はい。よし、ここで俺の実力を見せてやる。まあ、8点。まあ、8点ならさすがに打て。ミート1、パワー G。やばいな。ここ打てない、打てない。やばい。ここ、オッケー、1個打った。もう1個打てば勝てる。ここ、あ、やばい、やばい。パワーゼロをなめんな。パワーゼロだってな、パワーポケ5なら打てるんだよ。4だったら多分終わってたぞ、これ。あ、やべえ、でも打てない。ちょっと、もう2球ぐらい打ちたいんだよ。え、ちょっと待って、待って、飛ばん。あ、これボール球や。よく見ろ、よく見ろ。オッケー、12点取りゃいいでしょう。目標の 1.5 倍取ったよ。3球しか打ってないけど。なるほど。どうだ、なかなかだろ。他のやつも見せてくれ。あれ？一軍監督の目には物足りなかったのかな。まあ、でもね、目標点超えたからいいでしょう。したらノックしておいて、はい、しっかりノックして、こういうところでも監督に見せていく。今日は寮の風呂場の掃除の当番だな。いや、これ真面目にやるっしょ。そして、もうご苦労様でやんす。いや、仲間評価とかも大事ですからね、結局。怪我率 8% か。うまいさんは別に、うまいさんは別にね、正直いいかなって思っちゃうんで、じゃあタフさ上げて、ノックやりやすい環境を作っておいて、水木さんそろそろ家入れてくれる？ん？なんだ、もうずっと忙しい、この人。一生忙しい。絶対忙しくないはずなのに。パパも相変わらず無茶をするね。球団を買い取るなんて、まあ、相当無茶だよな。っていうか、部屋に、虎のなんか毛皮みたいなのがベーンって敷いてあるね。ああいうのちょっとかわいそうに見えて仕方ない。前の親会社がわしのところから借りた金を返せそうにないのでな。物で返してもらっただけだ。返し方ダイナミック。僕がモグラーズ以外の球団に指名されたら？さて、パパの意向に逆らってドラフトでお前を指名する度胸のある球団があるかな。すげえよな、これ。ミッチーすごいよな。大神さんもともとプロペラ団のアメリカ支部の幹部だったんですよ。で、そこで金 の稼ぎ方がめっちゃうまいっていうので昇格していったんですけど、プロペラ団潰れた後にその組織の大部分乗っ取って、プロペラ団を前身にこのグループを作ったっていう感じですね。なんでプロペラ団のノウハウとか、あの財産とか結構持ってたりします。まあ心配するな。お前が活躍できるように相手チームに圧力をかけたりはせんよ。そういう操作はバレた時のイメージダウンが強烈だからな。一応検討はしてみたんだね。ところで、モグラーズの選手の契約公開に参加するつもりだ。で、パパが？そんなの球団の人に。お前のチームメイトとやらがどんなゴロつき連中なのか見ておきたくてな。ゴロつき扱いすんな。まあ、パパも楽しませてもらうぞ。楽しむな、人の人生を。数日後、会長の思惑通り、大神はドラフトで単独1位指名され、大神モグラーズに入団した。まあ、それはいいんですけど、それは助かるからいいんですけど、正直。あー、ランニングかな。怪我率 4% ならまあ大丈夫でしょう。怖いけど、さっきこれで怪我したし。ボンダ君は行こう。ボンダ君は相手してくれる。おい、ボンダ君。あれ、いないぞ。ん？机の上に何かあるな。設計図か。ボンダ記念館？うわ、何を見てるでやんすか。あ、ボンダ君。このボンダ記念館って、極秘プロジェクトなのでやんす。みんなには秘密でやんすよ。あの、ボンダ君？確かに野球選手で自分の記念館を建てた人は何人かいるけど、それは大スターだけだよ。まずは野球で頑張らないと。何勘違いしてるでやんす？これはオイラのコレクションを展示する場所なのでやんす。え？あ、そうなの？もう建設予定地は決まってるのでやんす。あとはどれだけ安く記念館を建てられるかどうかなのでやんす。
すごいよね、これ。お、すごいな。おこの計画の凄さが分かってくれるでやんすか。では展示品を集めにレッツラゴーでやんす。え、俺も行くの？楽しい時間を過ごしました。でもこれ実際に夢を叶えるんでね、彼は。すごいですよね。今日は契約更改だ。俺って前はスター選手だったからまともに交渉したことないし、ちょっと自信ないな。そして、ユキです。契約交渉に来ました。君には2つの選択がある。その契約書にサインするか、回れ右して出て行って新たな職業を探すかだ。え？しかもこの契約書の金額ってプロ野球で決まってる最低年俸じゃないか。いや、ちょっとこれはね、さすがに気に食わないんで、ミッチー給料上げろ。サインしないぞ、俺は。一応、まずは話だけでも。じゃ、君はクビだ。すぐに出てきたわ。え、そんな、待ってください。わしは忙しいのだ。君のような実績もない上に、スポーツ選手として年を取りすぎた人間と駆け引きをする時間が惜しい。そんな、さっきのは冗談。冗談。わしはいつでも本気だ。怖いよー。パパごめん。すいません、許してください。サインさせてください。必死で泣きついてなんとか残留できた。ありがとうございます。まったくゴミというのはいつでも不愉快なものだ。ありがとうございます。体力減っちゃったけど。代償クリアできてとても嬉しく思います、ミッチー。ありがとうございます。これでオフになりましたね。OK、じゃあ今回ここまでにしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。めぐみちゃんのランダムイベントがあと2回必要なんで、ちょっと怖いは怖いんですけど、まあ1年目中に起きればいいかなぐらいのノリでやっていきたいと思います。頑張っていきましょう。では良ければチャンネル登録、高評価お願いします。バイバイ。はい、どうもゆきです。パワポケ静止実況 R、初期能力縛りでパワポケ5実況プレイ続きやっていきましょう。さて、めぐみちゃんと仲良くなれたらいいというか、電話番号をゲットしたいんで、今回ランダムイベント待ちながら仲間イベントとかもこなしていきましょう。ん？なんだ、ゆうきか。もう、これ仲間評価足んないみたいですね。もうちょい仲間評価上げてから来ましょう。おっと？よう、ゆうき。あ、つか。どなたですか？小杉のふりしてますね。おいおい、とぼけたって無駄だぜ。お前と小杉の中身が入れ替わったってことはお見通しだ。でも、塚本って対応、なんか適応力ありますよね。何が望みだ？金か？別にお前を譲る気はねえよ。だが真相を知ってる人間がそばにいるとお前も気が楽だろ。え？まあ、確かにそうだな。実は何度かボロを出しそうになってヒヤヒヤしたこともあるんだ。まあ、スター選手と二軍選手だからね、入れ替わったらボロも出そうになりますよね。はは、これから仲良くやろうぜ。俺も野球界のスターと知り合いだといろいろ便利だからな。出た、この悪い男の表情ですよ。あ、ボンダ君。あ、ボンダ君、ちょっと待って。女の子とかともちょっと話しておきたいんだよな、せっかくだから。エリちゃん。エリちゃん。もしもし、エリさんですか？はい。私はエリですが。え？ひょっとしてユウキさん？うん、うん。ああ、もうエリさんなんて呼び方するからわからなかったよ。いつもみたいにエリでいいよ。いやー、でもエリちゃん狙ってないんだけどな、今回。そのことも含めてちょっと話がしたいんだけど、出てこれる？え？あ、はい。そして。今日は楽しかったよ。じゃあまた誘ってね。うん。参ったな。あんまり楽しそうだから俺は別人だって話切り出せなかった。まあ、エリちゃんいい子だからね。翌日。ねえ、彼が人が変わったみたいに親切になったんだけどどう思う？鋭い。人が変わりました。わーお、よかったね。きっとエリの愛が通じたんだよ。真面目に相談してるんだけど。他に女いてそっちにすげなくされたからとか、というとこかな？やっぱりそれ？最近連絡なかったのも。昨日もなんだか言いたいことがありそうにしてたし、察するね。強いね。じゃあそっちの寄りが戻ったら私ポイッとされちゃうんだ。目が病んでるね。なんの？会えるならチャンスあるよ。どうすれば？ああもう、ここは当然ラブラブで、ふんはんに攻めるね。いいね、いいね、いいね。でも彼はそういうのが嫌いと。嫌いなの？入れ替わる前の小杉？不能か？口ではそう言ってても、男はそういうのに正直なものなの。間違いないっす。それなんか違うと思う。いやでも正直なものですよ、正直。じゃあ、うまいさんもいるな。で、パチ、じゃあどうしようかな。とりあえずランダムイベント早く来てほしいんだけどな、どっちかっていうと。研究所イベントとかもいっぱい見とくか。うまいさんは別にな。またボッタ男が出てくるんじゃないだろうな。え？おー、侵入者でガンスね。今こそこの高雪の新兵器、プルトン爆弾を。兵器強えな。これはこれはちょ待て。俺は侵入者じゃなくて客だ。しかし、改造人間の次はロボットが。黒の博士って意外にすごいんだな。痛いじゃないか。俺をロボットと呼ぶな。俺は高雪。どこから見ても人間だろ？そうかな。え？どこから見てもロボットを。ロボット言うな。それに俺は黒の博士に作られたんじゃないぞ。悪の秘密結社、プロペラ弾によって作られたんだ。出たプロペラ弾。作られたんならやっぱりロボットを。ボッコボコ。ロボット言うな。
サイボーグじゃねえんだからこっち中身。あー来た来た。どうも。塚本に呼び出されてる。まあ座れって。何のお話ですか？何、いい仕事の話があるんだ。俺の知り合いが今度ロスに店を持つんでね。日本人の女が一人は欲しいんだと。ロスってロサンゼルスですか？ああ、英語ができなくても OK だ。金回りは今より良くなるぜ。ええ、その話受けますわ。病んでる。ここに至ってしょうがないし、ごめん、相手しなかったからだよね、勇気が。まあ、帰ってこれるかどうかは俺も知らないけどな。うわ、エリちゃん売り飛ばされた。今日はクリスマスか。そして何もなかった。エリちゃんに連絡しねえからだよ。でもエリちゃん狙いじゃないからしょうがないんだよな。兄貴、クリスマスの夜に兄貴と一緒に過ごします。おー、ちょうどいいところに来たな。荷物の整理を手伝ってくれないか？あ、いいでしょう。これミニゲーム楽しいやつですね。暗くてよくわかんないな。おい、投げるぞ。え、嘘？てか投げてんのこれ。箱ぐちゃの箱投げてんの？鬼ザメニキ。さすがですね。50秒でしょ？いけるかな？こう確実に3個同じ色を揃えて消すみたいな、まあ落ち物ゲームですね。基本ぷよぷよとかと似たようなシステムです。ここ、壊すとこミスった。まあいいや。こう右置きます。で、このまま茶色落として、こうするっしょ？で、こうして、あ、待ってよ、ここ赤で。赤ちゃん取れなかった。ちょっと危ない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 。ちょっと待て。待て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 。待て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 。こうして、赤をうまいこと、いや、あんまりあ、オッケー、ナイス、助かる。この赤も消えるね。これで消えました。ちょっと待て、ここはちょっと無理やり抜いちゃおう。ここ抜いちゃって、青、今来てくれてよかったんだけどな。ちょっと待て、ここ緑怖いけど、こうして、こう落とすっしょ？あ、そこでいけるか、ナイス。で、ここで潰しちゃうでしょ。でんでんでんで、どういけばいいんだ。あんまり動かずに潰されないようにっていうのを気をつけながら行った方がいいからね、基本的に。ここ青行く、オッケー。赤行く、2連鎖。はい、茶色で3連鎖来ました。で、青はここで、おー、終わったか。よし、オッケー。ご苦労さん、体も鍛えられて一石二鳥だろ。また手伝ってくれ。あざますコーチ。鬼ザメニキ。さあ、これで2年目ですね。これでいいのか？これでいいのだってじゃないですか。簡単だ。おー、ゆうき、なんで、古沢さん、明けましておめでとう。あ、古沢さん、おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。あれ、そういえば古沢さんは里帰りしないんですか？ああ、実家に帰ると見合いをしろとか、後を告げだとかうるさいからな。トーテムポールやね。ここにいる方がのんびりできるんだ。ところでどうだ？俺の部屋で一杯やらないか？でもこういうのも楽しいっすよね。ああ、いいですね。飲みましょう。そして、ああ、俺もう飲めないです。そうか、それじゃあそろそろお開きにすっか。付き合ってもらったお礼にお年玉をやるよ。いいね、お年玉ください。ありがとうございます。安眠枕、ありがたいですね。他のコーチも見ちゃおうかな。じゃあテクノさんのとこ。自分から俺のところに来るなんて珍しいな。いいだろういいだろう、相談に乗ってやる。けどもうちょっと待ってな。ゲームしてるよ。何ですかそれ。あ、昔のシューティングゲームだ。ゲーム好きなんですよね、テクノさん基本的に。俺の5歳の甥っ子がな、さらっとクリアしてな。やってみるか。やりましょう。でね、あの4でも出てた、弾出る飛行機ピンピンピンの2です。っていうか、テクノっていう名前でゲームってなるとね、某会社を思い出してしまうんですけどね。まあ、某会社の方もね、ぜひ僕に案件をください。よろしくお願いします。で、ホーミングにしておくっしょ。で、4の頃とはまた敵がちょっと変わってたりとかするんで、気をつけながら行かなきゃいけないんだけど、何その詰め方。端っこまで詰めに来たんだけど、ちょっと待って、今のは気に食わん。今のはさすがに気に食わん。めぐみちゃんとかもあるけど、もう一回やらして。いや、さすがに今のはダメ、もう一回やらして。じゃ、これでダメだったら諦めるから、普通に。ここで、ホーミングをまず取りに行くでしょ？はい、これで V、バーティカルからのホーミングに切り替わったけど、ちょっと間に合わなかったけど、まあ、これで取れるっしょ。OK。あ、割と向こうこっち狙いに来んのか。いや、そうでもなさそうだけどな、動き見てると。単純に運が悪かっただけなような気も正直しちゃいますけど、あ、でも2体撃破、OK。で、今回もポイントとかあんまり気にしすぎず、純粋に生き残ることをメインでいきましょうか。まだポイントはポイントで大事なんですけどね、正直。あー、ホーミング分散すんな、このマップ。ホーミングじゃない方が強いかもしらん。レーザーとかの方が強いかな。でも、ホーミングの方が安全なんだよね、単純に。
安全性を重視してこっち選んじゃうんですけど、まあ、プレイ上手い方だったらホーミングよりもレーザーの方が安定して火力出せそうですね。敵貫通できるし。動き早いなあいつ。オッケーオッケーオッケー。おい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 、しかもこれ確か後ろにも出てくるよねやっぱり。あ、やべ、レーザーにしちゃった。レーザー後ろに対応できないって。やばい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 。ホーミングくれ、ホーミング、俺の愛するホーミング。いやでもレーザー威力あるな、威力あるな、強えなレーザー。ちょっとレーザーで行ってみるか。いやでもホーミングだな。あ、 V にしちゃった。 V は全然興味ない。ホーミングでお願いします。ホーミングで、あーい、この辺の動きはね、6のゴキブリゲームで慣れてるところなんで大丈夫ですよ。さあ回避をうまくしつつ、いいよいいよ、途中から速度上がってくるからね、怖いんですよね。ただ割とホーミングしてくるから自分のいる方向に来るって考えたら安定して動ける。ボス戦だぜ。ちょっと待って、このボス戦はさ、レーザーの方がいいんじゃね。え、普通の弾の、通常弾取っちゃった。最悪やらかした、最悪やらかした。さすがにきつい、さすがにきつい。でも攻撃が直線的だから、そう考えるとそこまできつくもない説はある。いや、むしろ攻撃直線的だから、これいけるな、いけるな、いけるな、いけるね、いいね、いいね、いいね、いけてるね、ゆきくん。いいよ、いいよ、いいよ。はい、オッケー、クリア。よし、よし、よし、よし。レベル1なら俺でも楽勝なんだよな。さて、指先を使ってれば次は練習、練習。ちょっと、人がクリアしたのになんかテンション落ちること言わないでよ。いや、最後、陣来コーチ。おー、ゆきか。珍しいな。なんでこの人上着の下に、忍者装束を着てるんだろう。どうした？どうして忍者の格好？愚問だな。忍者が忍者装束をまとうのは当然。野球のコーチは世を忍ぶ仮の姿だからな。いや、忍者の方忍んどけ。では修行を始めよう。ちっとも忍んでないじゃん。ところでどうだ？今一つパッとしないお前のために新しい修行を用意したんだが、ありがとうございます。挑戦してみましょう。これむずいんだよね。フェイントとかかけてくるし、ボンダ君かわいそうだし。まあ、ボンダ君だからいいか。この影が、消えたが飛んでくるんですけど、間に合わないんだよな。オッケー！よし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 。これ30点超えなきゃいけないんですよ。ただ、時々フェイントとかも入ってくるんで、落ち着きながら、あら、早っ！よく見ろ。よし！オッケー。あと9点、あと9点。いけるいけるいける。オッケー！あと3点。いける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 。オッケー！よし！合格ライン達成。こっからどのくらいスコアを伸ばせるかですね。あ、フェイント。あ、ボンダ君死んだな、今の。今のボンダ君死んだな。よろしい。しかし今回はほんの小手調べだ。また来るがいいぞ。いや、もういいや。もうコーチたちのミニゲームはいいや。したらこれで、いや、研究所。っていうか、めぐみちゃん来ないんだけど。ん？誰かと思えばお主か。ああ、よかった。またバッタ男とかロボットとかが出てくるんじゃないかと思いましたよ。あ、立花と高雪のことか。会ってびっくりしたのかな？高雪はロボットだから、あのバッタ男を立花っていうのか。二人とも悪の組織がどうとか変なこと言ってましたよ。変なこと？お主、プロ野球の選手なのに知らんのか。悪の組織いましたからね。何のことです？レシプロ財団とかカウルコーポとか聞いたことあるじゃろ。めっちゃありますね。ええ、野球選手の権利関係とか保険を使ってる会社ですね。プロペラ団関係です。この前倒産しましたっけ？あと最近になって選手の年俸がどんどん上がっておるじゃろ。プロペラ団が年俸を抑えようとしてやってた取り組みがもうプロペラ団潰れてなくなったんで、選手たちの年俸がちゃんと上がるようになったんですね。ええ、いいことですよね。意外に悪の組織ってバレないもんじゃな。は？何こっちの話じゃ。まあせっかく来たんじゃし、茶でも飲んでいけ。ありがとうございます。茶でも飲みつつ、あ、春キャンプ。え、知らなかったのでやんすか？オーナーの息子の大神くんがここに来てるでやんす。なんだって？大谷さん。さすが輝きからして違いますね。大神くんのような即戦力の加入は実に心強いよ。うん。君がプロ野球に名前を残すのにぜひとも協力させてもらうよ。プロ野球っていうか人類史に名前残すけどね。はい、監督。北条監督、なーに歯の浮くようなこと言ってるでやんす。おいら一度でいいからあんなこと言われたいでやんす。俺、小杉だった頃はああいう扱いを受ける立場だったんだけどな。今の境遇から見るとなんだか腹が立つな。とりあえず練習でもするか。こんな状況で練習なんかできないでやんす。あれじゃ何やったって監督はこっちを見てくれそうにないしな。そういう時は、それでもみんなで練習っすよ。今は大神しか見てませんからね。でも今は注目されていてもたかだか高校生ですよ。俺たちの方がプロの経験が長いんですから、結局、監督も結局は俺たちを当てにしますよ。お前って意外に前向きだね。前からそうだったっけ？え？
まあいい、確かにお前の言う通りだ。ベテランはおとなしく練習してよ。そう、そのベテランの余裕が大事なんですよ。したら練習できるようになったし、あ、でも評価考えたら北条監督に切り替わってから練習はした方がいいか。じゃあ仲間イベント進めておきましょう。また来たんでやんすか。たくゆうきくんは暇なんでやんすね。うるせえ、暇じゃねえわ。めぐみちゃん待ちだわ今。めぐみちゃん来たら暇じゃないんだよ。そういうわけじゃないよ。一緒に練習でもと思って。もうタック練習でやんすね。は？何それ。まあまあ深いことは考えないで、パワプロから輸入したのかな。ともかく一緒に練習でやんす。ボンダ君が言ってることに多少疑問は残るが、とにかく一緒に練習しました。まあ練習は大事ですね。おい、ゆうきちょっといいか。ええ。監督も大神のことで大変そうですね。いや、話は大神じゃなくてお前のことなんだ。え？俺の見るところお前は一軍に上がっても十分やっていいけど、本当に言ってる？だが、北条監督の目に留まらないと永久に一軍には上がれない。でも、北条監督は滅多に二軍に来ないじゃないですか。いや、実はこっそり練習を見に来たりしてるんだよ。そうだったんですか？だからまずは練習を頑張るんだ。それと北条監督と接触する機会は確かに少ないから、チャンスは逃すんじゃないぞ。はい。これで監督評価が一軍になるんですよ。今日はバレンタインで。お、あ、いやー、うまいさんかよ。もうゆうきいるだべか。あ、うまいさんこんちは。このチョコレートいらないべか。すごくたくさんありますね。バレンタインでもらったんですか。うまいさんって結構モテるんですね。いや、オーラが買ったもんだべ。おまけのうまカードを集めてるんだべ。あ、なるほど。コンプリートするまで買ったわけですね。おー、その通りだべ。さすがプロ野球選手、金持ってますね。もらう。ありがとうございます。いただきます。ちょっと食べてみよう。あ、うまいや。うまいさんだけに。あ、虫歯になった、最悪。特効薬系持ってたっけ。あ、ビデオしか持ってない。エッチなビデオしか持ってないですね、この人。したら、総合練習って、監督にアピール。バーン、もう虫歯発動するけど、まあいいや。監督にアピールしながら、あ、そう。これで北条監督に切り替わったんですよ、ゲージが。なんで、こっからは基本的に監督評価が上がったら、北条監督の評価が上がったことになって、一軍関係に影響しますね。監督評価2ナイス。来た来た来た、よかった。めぐみちゃん2回目。また遅くなっちゃったな。あれ、誰か走ってくるぞ。誰か助けて。あ、またあの子だ。あ、ゆうきさん、助けてください。また誰かにつけられて。でももう大丈夫みたいだよ。俺を見つけた途端にさっさと逃げちゃったみたいだから。そうですか。よかった。ありがとうございます。また助けてもらいましたね。おうよ。しかし君もよく同じ目に遭うね。こんな目に遭わないように、もう少し早めに帰るようにしなきゃ。あの、パワポケ5って、なんか漢字の間違い多いよね。はい、ごめんなさい。でもバイトがあるから、そうか。とりあえずこのまま放ってもおけないし、また家まで送ってあげるよ。え、いいんですか？何度もすみませんけど、ご迷惑じゃなかったらお願いします。勇気がなんか悪いやつっていう可能性はないのかね、めぐみちゃん視点で。あ、ここで結構です。ゆきさん、どうもありがとうございました。あの、二度も助けていただいて、今度ちゃんとお礼がしたいので、連絡先を教えていただけませんか？お礼なんてそんなのいいよ。でもまた今日みたいなことがあったらいつでも連絡してくれていいよ。はい、これ携帯の電話番号。一応プロ野球選手なんだけどな。それじゃあおやすみ。おやすみなさい。ありがとうございました。はい、効果のゲット。ランニングもしとくか。こっから総合練習とかノックしたいからな。さて何を食べようかな。オイラ的にはこの地獄カレー、アポカリプスがおすすめでやんす。絶対やばいやつじゃん。じゃあそれで。うわ、想像以上に辛いな。翌日。なんだかやる気が出てきたぞ。昨日のカレーのおかげかな。ああ、よかった。プラス評価に働きましたね。いや、大神。ああ、どうも先輩。なんだか元気がないな。ああ、そうか。マスコミに野球に関係ないことばかりインタビューされて、ちょっと嫌になってるんだろう。え？あ、まあ、そんなところです。めっちゃ実体験だね。まあ、プロに入って不安なところにそういう雑音ばかり入ってきたら、やめてくれって気にもなるよな。うん、俺もそうだったよ。え？そうなんですか？でも心配すんなって。あれは単にネタがないからだよ。試合に出たら活躍しようとしまいと嫌でも野球の話になるって。まったくゆうきくんは自分が昔スターだったような口ぶりでやんすね。そうかい？実はスターだったのさ。何を言ってるでやんす。万年二軍暮らしのくせに。チェ、バレたか。ゆうきくんがスターならオイラはアメリカの大統領でやんすよ。冗談。それにしては経験者のような。先輩はなんだか不思議な人ですね。いや、全く不思議でやんす。未だにクビになってないんでやんすから。なんだと？やれやれ、なんだか悩んでるのがバカバカしくなってきたぞ。これね、あの、14の主人公の親の話をするときに、その14の主人公の親は不思議な人生を歩んだ人だったっていうセリフが大神であるんですけど、ちょっとここでもね、あの5の主人公に対して不思議な人って言ってるのが、若干引っかかる部分ですよね。まあ、ここは不思議な人って言ってて不思議な人生とはまた違うのかなって僕は考えてますけど、皆さんどう思いますかね。ぜひコメントで教えてください。
体力回復して、さて練習も終わったし飯でも食って帰ろう。ゆうきくん一緒にラーメンを食べに行くでやんす。ラーメン、ラーメン、ラーメンじゃないのかい、モンダくん。違うでやんす。ラーメンでやんす。そして、あーうまかったでやんす。ここのラーメンは最高でやんす。モンダくん、やっぱりこれはラーメンだろ。違うでやんす。ラーメンと言ったらラーメンでやんす。そんなラメラメ言わないで。うわ、不眠症になった。最悪。いや、しかもいきなり発動してるし。いや、総合練習しておいて、監督評価。いやー、もう虫歯がしつこい。しつこいとこへ欲しい。なんでこのチームはこんなに弱いんだろうか。一つ風水で占ってみるか。何？これはいかん。青龍の方角に水だな。うわ、いらんことやるよ。ユキ君投げるでやんすよ。よし来い。ボンダ君高く投げすぎだよ。練習でやんすからちゃんと取るでやんす。はいはい。あ、ユキ君が池に落ちたでやんす。大丈夫でやんすか。どうしてグラウンドに池があるんだよ。間違いない。昨日工事したでやんす。竜神の池だそうでやんす。なんだそりゃ。あいつら竜神の池に入ってる。まったくなんてやつらだ。いや、これで評価落ちるのはおかしいだろ。監督自身のなんか首脳陣からの評価とか、首脳陣か、こいつが。ゆきくん一緒にラーメンを食べに行くでやんす。あれ、今日はラーメンじゃないのかい、ボンダくん。違うでやんす。今日はラーメンでやんす。もうややこしいな。今日のラーメンはいまいちだったでやんす。やっぱりラーメンでないとダメでやんす。ラーメンとラーメンはどう違うんだい？違うでやんす。全然違うでやんす。あの違いがわからないなんておいら情けないでやんす。いや、違わないよ。同じだよ。字間違えただけだよ。来た来た来た。よかった。あ、電話だ。もしもし、ゆうきさんですか？私、星野めぐみですけど、覚えてますか？あ、この間送っていったファミレスの女の子だね。お前が注文しまくってたやつだ。はい、そうです。もうファミレスはやめたけど、やめたんですね。あ、やめたんだ。ところでどうしたの？あ、この間は二度も助けていただいてどうもありがとうございました。お礼が言いたくて。それでそんなのいいのに。よくないです。あ、ごめんなさい。それじゃあ私の気が済まないから。それでゆきさん、お礼と言ってはなんですけど、これから食事でもいかがですか？ファミレスかな。これから行きましょう。そうだな、今日は特に用事もないし一緒に何か食べに行こう。悲しいけどな、プロ野球選手。めぐみと楽しく過ごしました。それじゃあそろそろ帰ろうか。私、ゆうきさんに一つお願いがあるんですけど。何、めぐみちゃん。よかったら今度はゆうきさんから誘ってください。これ、私の電話番号です。はい、オッケー。ありがとうございます。よし、じゃあ今回ここまでにしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。無事に電話番号をゲットしましたね。次回から基本、めぐみちゃん進めつつ、仲間イベントとかもちょいちょいやっていけたらなって思っています。では、よければチャンネル登録、高評価お願いします。バイバイ。はい、どうもゆうきです。パワポケ静止実況 R 初期能力縛りでパワポケ5実況プレイ続きやっていきましょう。前回無事にめぐみちゃんの電話番号を聞けたんで、めぐみちゃん2年目中にいろいろフラグ立てないとやばいんですよ。なんで今回はめぐみちゃんとの電話を中心にしながらちょいちょい監督評価も上げていくって感じでいきたいですね。はい、電話初デートですかね。はい、もしもし、星野です。あ、めぐみちゃん、よかったらこれから一緒にどっかに行かない？はい、いいですよ。どこに行くんですか？3月だし、初デート、いきなり温泉はハードル高いな。遊園地とかでいいでしょ、オーソドックスで。遊園地なんて久しぶりだわ。私、ジェットコースターが大好き。ゆきさんは何が好きですか？あ、そうですね。ジェットコースターも好きですけど、どれかって言ったらめぐみかな。俺はめぐみちゃんが好き。ゆきさんのバカ、いや、それでちょっとなんかポッてなるの、お前ちょろいよ。ちょっとちょろいよ。もうちょっと防御力高めにしといて。しかも遅らせてるし。おい、ゆき、いい話があるぞ。何ですか、古沢監督。お前、一軍に昇格だ、早っ。え？頑張れよ。ありがとうございます。え？早っ。俺は小杉だった時は最初からずっと一軍だったから、こういう感動は初めてだな。よし、頑張るぞ。一軍に昇格した。ありがたいけど、お前いいのか？弱いぞ、俺。おい、ゆきちゃんじゃないの、今田さん。元気に野球やってる？ええ、まあ。うちの店来てくれよ。モグラーズの選手なら大サービスすっからさ。あ、いっけね。出前の途中だったんだ。母ちゃんに怒られる。すぐ母ちゃんに怒られるな、ここ。いつも騒がしい人だな。今田さんめっちゃ母ちゃんに怒られてるんですよね。まあでも、そういう家庭の方が安定するんじゃないでしょうか。評価上げつつ、大神がまた悩んでる。あれ、どうしたんだ、大神。いや、ちょっとスランプで。スランプと言えるほどまだ試合に出てないじゃないか。高校野球とはバットもボールも環境も違うんだ。最初から調子いいわけないだろ。それにお前は注目選手だから相手チームに研究されてるしな。え、そういうもんなんですか？もっとも俺の場合はそのことに気がついてから一層闘志が燃えてきたけどな。じゃあ頑張れよ。まったく最近のゆうきくんの妄想はひどいでやんすね。え？ゆうきくんはずっと2軍だったから研究されたことなんてないはずでやんすよ。彼の言うことはあまり真に受けない方がいいでやんす。でも、
なんだかあの人は違うような気がするな。これすごいですよね、大神も。コメント欄にあったんですけど、こうなんか大神側からしたら、急に知らない万年二軍の先輩風吹かせたやつがなんか話しかけてきたっていうような状況じゃないですか。信憑性もあるはずないのに、主人公はなんか違うっていうところに気づくあたり、やっぱり大神の才能を感じますよね。じゃあめぐみちゃんデート、お、内容が変わっても寿司屋がいいな、寿司食いて。そして、美味しそうですね。回転寿司ってついつい食べ過ぎちゃうんですよね。ゆうきさんは何が好きなんですか？結構こうやってめぐみちゃんは聞いてくれるから嬉しいよね。まあめぐみかな、すぐこういうことやる。あ、ゆうきさんってワンパターンですね。すみません、めぐみちゃん。センスばっついちゃった。すみません、すみませんでした。すみませんでした、めぐみさん。もう二度とめぐみちゃんって言いません。すみませんでした。もう今、ワンパターンですね。若干傷ついたし、センスばつは辛い、さすがに。いかに振らないとは言っても辛いぞ、それは。ちょっと次のデートで挽回しよう。そうだな。あー、ファミレスはあんま行きたくないですよ、めぐみちゃん。映画館で行こう。いろんな映画をやってますね。今日はどの映画を見るんですか？悩み。なんか漫画ですかみたいなの言われそうだけどさ、ここ2つだったら、第1部、第2部見てないとか、エピソード68まで見てなかったら微妙なんじゃないのこれ。そして首輪物語第3部かな。面白かったね、めぐみちゃん。すごく面白かった。よかった。え？今度は？もう少しおとなしく寝ててください。寝てたんかい、お前。見ろや。寝てんなや。しかもこれで好感度上がるんかい。小杉選手、16試合連続ノーヒットだそうでやんすよ。え？スランプなんでやんすかね？おいおい、それどころじゃないぞ。さっき入ったニュースだとファンと喧嘩して相手を殴ったらしいぜ。え？それじゃあしばらくの間出場停止でやんすかね？まあ、最近いい気になって態度が悪かったらしいからな。いい気味だぜ。このままだと小杉のイメージがどんどん悪くなってしまうぞ。でもどうしたらいいんだろう。どうしようもないな、それは。相手説得もできないしな。じゃあノックしつつ、いや、めぐみちゃん難しいな、ちょっと。明日は練習休みだからみんなで焼肉でも行かないか。あ、行きましょう、ぜひ。いいですね、行きましょう。ガンガン食うぞ。あれ？ボンダ君は行かないの？オイラも行きたいでやんすよ。でも今お金を使ったら欲しいものが買えなくなってしまうでやんす。飲みに行こうよ。なあ、ボンダ君。おもちゃとかならいつでも買えるじゃないか。いや、そうでもねえんだよな。時期逃すとプレミアとかついてなかなか買えなくなっちゃうからさ。でもみんなで飲みに行くのは久しぶりじゃないか。オイラ自分の趣味が一番でやんす。だから参加できないでやんす。あ、行っちゃった。あいつは昔からだよな。今更その生き方を変えるわけにもいかないんだろう。血を吐きながらも走り続けなくてはならないマラソンですね。やつも大変だな。そんなかっこいいもんでもないと思うけどな。まあ、やつにはやつの事情があるということで明日は行くぞ。はい。いや、自分を貫けるのはいいと思うけど、別にそこまでかっこいいことではないと思うけど。おい、雪入るべ。あ、うまいさん、こんにちは。お前から借りてたリストバンド、ふと思い出したから返しに来たべ。おー、そんなん貸してましたっけ？長い間ありがとうべ。あ、そうですか？あ、そんなの貸してたのか。リストバンド人に貸して長い間使われてたら汗だくでしょ、もう。しかし、どれが勇気に借りてたものかわからなくなっちゃったべ。お前、それは分かっとけよ。お前のはどれだったべか？どれだったんだろう。適当に選んでおこう。でも、リストバンドでしょ？で、長いこと貸してたっていうことは、綺麗系じゃないと思うんだよ。長いことリストバンド貸してたらボロくなるっしょ。ってことで、ちょっとかやすごくか、ちょっとぐらいかな。あ、これです。そうか、それじゃあこれを返すべ。じゃあまたな、ありがとうべ。あ、はい、さよなら。白エビリストバンドだ。うわぁ、うわぁ、うわぁ、ちょっと待って。初期能力だから特殊能力が大事になるのに、特殊能力すらやばいんだけど、今回。うわ、やば、大丈夫かな。やばくない？やばくない？電話出ないし、めぐみちゃん。めぐみちゃん？ゆうき、喉が渇いてるだろ？この水を飲んでみろ。ありがとうございます。ところで、何ですか、この水は。これは龍神水といって、酸素が普通の水の50倍入ってる、ありがたい水だ。身も心もリフレッシュするぞ。嘘くせ。なんだか怪しい飲み物だな。まあ、飲んどきましょう。あ、はい。いただきます。どうだ、うまいだろ。味は普通の水だよな。うわ、なんだか頭が冴えてきたぞ。うわ、体を動かして。本当か、お前。本当か。でも監督評価上がったから正解だぞ。2、3日眠らなくても大丈夫だ。いや、それはダメだろ。不眠症になったかな。めぐみちゃん？めぐみ、ああ、よかった、出てくれた。なんかもう終わったかと思った。じゃあ夜景見物行こう。綺麗なところですね。小さな町なのに明かりがいっぱいだわ。
めぐみちゃんは生まれた時からこの町にいるの？いえ、高校の時に父の転勤でこの町に引っ越してきたんですよ。ゆうきさんはどんなところに住んでみたいですか？悩むなー。この町かな。俺はこの町がいいな。そうですね、いい町ですよね、ここは。あれ、どうしたのめぐみちゃん、この町で何か嫌なことでもあったの？え、あ、いえ、なんでもないですよ。いや、ストーカーされてたやん。そう、ならいいけど。あー、でもこれもダメか。ちょっと待って、めぐみちゃんの気持ちがわからない。おい、ゆうき、はい、監督。明日の試合、スタメンで出場してもらう。え？そんな急に？いや、なら別にいいんだよ。やります、やらせていただきます。いや、ちょっと、能力落ちてるっていうか、マイナス能力拾ってっからさ、怖えんだわ。あー、惜しい。入ってたらよかったんだけど。あ、スローボール。あー、落ちろ。よし、よしよし、あ、抜けた。ナイス。オーケー、オーケー、オーケー、オーケー。さすがですね。マイナス能力にも負けず、白いリストバンドにも負けぬ丈夫な体を持ちですよ、この人は。まあ、欲はいっぱいあるだろうけど。欲はいっぱいあるだろうけど。落ち着け。ここ。あ、オッケー、オッケー、大きい動機、大きい動機、大きい動機。よし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 。オッケー、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 ナイス。大きい動機だとダルビッシュ先輩思い出しますけどね。シュタインズゲートの。さあ、これで。いけ。あ、やべ。これはきつい。あぶね、ファール。よし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 。これは振らない。振らない。いいんじゃない？あ、うっと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 、足押せえわ。いや、足押せえわ。めっちゃ押せえわ、足が。あ、やべ。ちょっと待って、しくった。落ち着いてけ。あっと、あぶねえ、ファル。ここ。あ、これは、あ、いったいったいった、オッケーオッケーオッケー。二塁無理じゃない？これ一塁ストップにしとこう。足がね、思ったよりも遅いんですよね。走塁丸とか欲しい。よし、勝ったぞ。俺は4打数3安打だった。そして1打点を挙げた。よし、この調子だ。オッケーオッケーオッケー。これ評価上がったっしょ。怪我人の代わりだったんだが、これは驚いたな。彼をもっと使ってみるか。オーナーシャース。11上がった。でかいな。誰？ゆうきくんいるでやんすか？おい、どうしたんだい、ボンダくん。ゆうきくん思いのおいらはゆうきくんにこれをプレゼントするでやんす。どうしてこんなものをくれるんだい？通信販売で注文したの間違って2個来たでやんす。なるほどね。だからゆうきくんに1個あげるでやんす。ありがたく受け取るでやんす。まあ、これはもらっとこう。ありがとう。あ、ラブスコープ、助かる。これは普通に助かる。今評価は？あ、違う、これじゃない。アイテムで、ラブスコースと、めぐみちゃん、まだ低いな。低いな。このペースだとまずい気がする。めぐみちゃんのデート増やすか。じゃあ、海はちょっと早いかな、季節的に。ショッピング行こう。この辺りはお洋服とかバッグのお店がいっぱいありますね。まあ、このジャケット素敵。買ってあげよう。買ってあげようか、めぐみちゃん。本当ですか？あ、でもちょっと高そうだからやっぱりいいです。俺ってそんなに貧乏そうに見えるのかな？まあね。まあね、それは見えるね。あ、でも、こう、めぐみちゃんの選択肢うまくいってない気がするな。あれ、黒野博士？どうしたんです？実はな、お前さんの問題を解決できるかもしれんのでやってきたんじゃ。まあ、怪しいの。まあ、かもだからの、そこまで期待はせんようにしようか？え？まずはこの薬を飲むのじゃ。はい。なんで薬飲んで人間が爆発すんの？なんじゃ失敗か。ひどい。なんで薬飲んで人間爆発すんの？爆発せんやろ。爆薬か飲んだの。そうしたら、わぁ、マニアショップはダメでしょ。ショットバーとかにする？ショットバーとかならいいんじゃないの？ショットバーって私初めてです。ゆうきさんはお酒は好きなんですか？あー、まあ、そうそうかな。嫌いでもないし好きでもないかな。こういう雰囲気は好きだけど、わかる。あ、私と同じですよ。来た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 。ゆきさん、今日は楽しかったわ。それじゃあそろそろ帰ろうか。オッケーオッケー。今のは正解だな。軽くトレーニング、まあ筋肉でいいでしょう。鬼ザメに気好きだし。で、めぐみちゃんもっかい行って、そうだな、温泉とかそろそろ行ってもいいかな。いや、でもまだかな。温泉はなかなかハードル高いよな、デートで温泉って。マニアショップまだ行ってないから行ってみっか。よし、マニアショップに行こう。そして、このお店変なものがいっぱいありますね。あ、ゴメラ人形だ。めぐみちゃん、ゴメラを知ってるの？小さい頃怪獣映画をよく見たから結構好きだったんですよ。お、まさかのあたり。ゆきさんはどんな怪獣が好きなんですか？あ、これ怪獣でめぐみって言ったら失礼だろ。合わせとくか。ゴメラ。
俺やっぱりゴメラが好きだな。そうですよね、やっぱり怪獣はゴメラですよね。この人形は確かを買うほど。あ、ゆうきさんにも買ってあげますね。そこまで本当ありがとう。え、いらねえな、いらねえな、マニア上がるなこれ。うわ、ゴメラ人形ゲットしちゃった、最悪や。え、そうしたらここまで体力あるなら一回ノックは挟んでおくか。一回ノックはしつつ、でも基本めぐみちゃんとのデート。なんで出てくんないの、なんで。大丈夫めぐみちゃん、怖くない怖くない、おじさん怖くないよ。そうしたら一通り行ったのか。じゃあ遊園地2回目行くか。よし、ゆきさんどれに乗るんですか。あー、そうですね、じゃあ観覧車とかいいんじゃないですかね。関係も深まってきましたし。あ、楽しかった。え、楽しかったって言ってる割には効果の1なんだけど上がったの。あ、最下位脱出。あ、オールスター前の順位か。あ、お前に期待してるぞ、期待されてるの俺。はい、任せてください。え、期待はせんでほしい、期待はやめといてほしい。いや、でもこの状況で打ったら監督評価バチバチ上がるんじゃない。いやー、ちょっと待って、ダメな気がするぞ。やらかした、ごめん監督、ごめんよ。ここで期待を取り戻す。あー、あれ、落ち着いてけ。監督の期待は取り戻したい。Oh no! やばい、この試合いいとこないですぞ、ゆうきくん。一回ぐらい打たないとやばいですぞ。あぶね。ゆうきくん頑張れ、打て。ゆうきくん、監督評価上げてる時間ないから打ってくれ。よし、よし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 。これはいいっしょ、これはいいっしょ、これはいいっしょ。なんなら抜けた、オッケー、ナイス。走れ、頑張れ、いけ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 る、いける、いける。オッケー。よし、これで同点に追いつきました。3-3。ここでもう一点。ここでもう一点取ったらさすがに監督褒めてくれるはず。いけ。よし、よし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 。オッケー。よし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 。よし、勝ったぞ。あ、4打数いいじゃん。あれはランナーが悪いやろ。でも2打点は上げた。あいつ月があるのかな。あるんすよ、監督。使ってくださいよ、今後も僕チンを。オッケー、監督強化はもう十分量いったな。したら、でも一応ノックは体力あり余ってるからしておきつつの、しておきつつの、でもめぐみちゃん評価上げないとやばそうだもんな。いや、めぐみちゃん行って、あ、まだ行ってないところ、本屋さんとかもいいんじゃないの。よし、本屋に行こう。そして、ゆきさんはどんな本を読むんですか？漫画や小説を時々読むくらいかな。他の本も読んどけ、ちゃんと。どんな小説が好きなんですか？恋はスリーショックサスペンス、ハードボイルドかな。ちょっとワイルドに行くわ。女の子にはあまり面白さがよくわからないみたいだけど、私は好きですよ。大倉明彦とか。あ、俺も大好きだよ。読み方合ってるよね。オッケー。あ、オッケーオッケーオッケー。結構上がってきたぞ。慣れてきたのかな、めぐみちゃんがデートに。今何本ぐらい？あ、30、50欲しいんだよな。まだちょっと集中しないとダメだな。でも時期柄もう海とかはいいんじゃないの。よし、海に行こう。そして夏はやっぱり海で海水浴ですよね。いいいい。ゆきさんどこを見てるんですか？めぐみはてなはダメだろ。めぐみはてなはダメだろ。他の子なんですかってなっちゃいそう。普通に行くか。めぐみちゃんの水着姿で、かわいいね。ゆきさんのバカ。いいね、いいね、いいね、いいね。デートしてる感あるね。オッケー、好感度結構上がったな。よしよしよし。このまんま攻めるか。めぐみちゃん行って、ヘルスセンターとかさ、パチンコ屋はデートでなしでしょ。あ、水族館かな。水族館は結構鉄板な気がする。よし、水族館に行こう。そして、お魚がいっぱいいますね。ゆきさんはどんな魚が好きなんですか？あ、どんな魚？ちっちゃいのかな。どうしてですか？小さい方がなんか可愛いから。そうですよね。オッケー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 。いかん、このままでは今年も最下位だ。そうだ、勇気だ。あいつを試合でもっと使ってみよう。そして、今日もまたスタメンですや、スタメンですやんすん。ん？スタメンですやんすかって書いてあるな。最近勇気くんは試合でも活躍していて、羨ましいでやんす。チェ。ちょっと前まではダメなやつだと思ってたんだけどな。まったくです。ペナント後半一軍で存在感を示した。ナイス！オッケーオッケーオッケー。これ多分、契約更改は大丈夫だな。
ゃあめぐみちゃん行って、あーじゃあショットバーがこれ2回目かな。基本3回目以降がなんか普通のイベントになっちゃうんですよね。私はジンライムにします。いいところだね。ゆきさんは何を飲むんですか。男ならロックでしょう。俺はスコッチをロックで飲むよ。ワイルドだろう。あ、それじゃ私も選手もマジで酔うんじゃないの。ごくごくいく。あ、これ結構、うわめぐみちゃん結構飲むね。おかわりください。大丈夫かい。ベロンベロンになるよ。あ、今日はめぐみちゃんと待ち合わせをしたいんだ。早く出かけなきゃ。これ誕生日か。ゆきさんお誕生日おめでとう。あ、俺の誕生日覚えててくれたんだ。はい、プレゼントありがとうめぐみちゃん。よく飛ぶバット、ありがたい。バント丸が身についた。まあバント僕苦手だからあんま使わないと思うけど、ありがたいですね。したら、あ、海行こうか。そして海はいつ来ても気持ちいいですしね。まあ夏だしね。今ゆきさんはどの季節の海が好きですか。秋の海なんてどうだい。俺は秋の海が好きだな。あ、私と同じですね。海に沈む夕日がすごく綺麗ですもんね。うん、そうだね。その上サンマや鮭が美味しいしね。わかる。あ、私も大好きです。オッケーオッケーオッケー。くそ、あの野郎は一軍で活躍してやがる。おやおや、随分とご機嫌斜めのようだな。当たり前だ。あいつが使ってんのは俺の体だ。つまり俺だって頑張れば一軍に行けていたということになる。はあ、まあいいんじゃねえの。お前は野球界のスターだ。向こうはどう頑張ったってお前みたいにはなれねえよ。最近スランプだ。は？俺の方の成績はどんどん落ちてるんだよ。お前にわかるか？落ち目のスターの惨めさが。そのスターの地位も偶然手に入ったもんじゃねえか。くそ、こんなことなら。おい、まさか体を元に戻そうなんて気になってんじゃねえだろうな。え？やめとけやめとけ。せっかくの幸運ドブに捨てる気か？なんならとっとと引退してバラエティに転向したらどうだ。今の人気を引き継げるぜ。そうだ、そうしろよ。うるさい、俺に指図すんな。じゃ、分かったよ。そうしてりゃよかったのに。引退だって。俺には野球しかないんだよ。くそ、野球しかないって言ってる割には入れ替わり前はめっちゃ練習してなかったけどね。そう思うんだったらもっと練習しとけばよかったのにって思っちゃいますけど。よし、俺の打順だ。今日は頑張るぞ。ゆうきさん頑張ってくださいね。めぐみちゃん、あ、めぐみちゃんだ。応援に来てくれたのか。よし、やるぞ。もや、ゆうきくんに女の子のファンがいるみたいでやんすね。うらやましいでやんす。おいらも応援してほしいでやんす。なんで？やった、今日は猛打賞だったぞ。お前すげえな、初期能力なのに。ゆうきさん素敵。すげえな、5上がった。こいつ結構な潜在能力持ってない？すごいですね、ゆうきくん。じゃあ夜景見物。そして、今日は遠くの方の明かりまで見えますね。遠くの船の明かりも見えるね。あ、本当ですね。お船に乗ってどこか遠くに行きたいですね。でも船に乗っていくの結構酔いそうで嫌なんだよな。ゆきさんはどこに行ってみたいですか？あー、でも女の子の視点考えるとヨーロッパとかロマンチックなんじゃない？俺はヨーロッパに行ってみたいな。私も北欧とか地中海沿岸とか行ってみたいですよね。うわ、女の子好きそう。インスタ映えしそうだもんね。あ、告白が出てるよ。告白が出てるよ。え、ちょっと待って、最近好感度見てなかったけどさ、いいのか？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 行くか？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 告白する。BGM がちょっと怖いやつになってる。めぐみちゃん、ちょっと話があるんだけど。何ですか、ゆきさん。よかったら俺と付き合ってくれないかな。え？付き合うって？めぐみちゃんに俺の彼女になってほしいんだ。ありがとう、ゆきさん。それじゃ OK なんだね。ごめんなさい。私、すごく嬉しいんだけど、ダメなんです。なんで？え、どういうこと？わがまま言ってごめんなさい。もう少し考えさせてください。さようなら。まだ早かったのかな？どういうことなんだぜ、これは。じゃあ、でも、ちょっと余ってるから練習しつつ、めぐみちゃん、この間のはどういうこと？普通にデートはしてくれんだね。普通にしてはくれんだね。温泉とかそろそろ行けたりしない？あ、行けんじゃん。古い旅館がいっぱいあって、いい感じの温泉街ですね。ゆきさんは旅館とホテル、どっちが好きですか？あー、旅館かな、これは。ホテル、ペンション。でも旅館だな。旅館っていいですよね。俺は旅館が好きだな。そうですよね。旅館はなんか落ち着きますよね。旅館のあの、窓際のちょっと、椅子と、テーブルが置いてあるあのスペース良くない？奥のところの。美味しい料理も食べられるし。そして、ゆきさん今日は楽しかったわ。あ、来た。ゆきさん？え、どうしたのめぐみちゃん。私ね、すごく考えたんです。何を考えたんだい？ゆきさんと私のこと。私、ずっと前からゆきさんのことが好きになってたんです。え？
そして今は前よりももっと好きになりました。だから少し前にユキさんから告白された時、本当に嬉しかったんです。だったらどうして？私はユキさんに似合うような女の子じゃないとずっと思ってたから。ただ一緒にいられるだけで楽しかったから、少しでも長くこの関係が続けばそれだけで十分に幸せだと思ってたんです。でもユキさんに告白されてから少し変われるような気がしてきたんです。変われる？何が変われるんだい？私自身がユキさんに似合う女の子に少しずつなら変われるような気がしてきたんです。そんな大層なもんじゃないよ俺は。そうだよ、大層なもんじゃない。お前はいいんです、私の気持ちの問題だから。だから私なんかでよかったら。それじゃあ少し前の話の返事は OK なんだね。はい、 OK。 彼女になりました。今シーズンもいよいよおしまいでやんすね。あ、今年は後半充実してたな。来年も頑張るぞ。今年は頑張ったからね。 OK、 じゃあ今回ここまでにしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。多分この感じなら2年目の契約更改とめぐみちゃんルートはうまくいくと思うんで、次回はまたちょっと仲間イベントとか見ながらめぐみちゃんルートを進めていきたいと思います。あとは監督評価上げもですね、3年目乗り切れるように。じゃあよければチャンネル登録高評価お願いします。バイバイ。はい、どうもゆきです。パワポケ静止実況 R 初期能力縛りでパワポケ5実況プレイ続きやっていきましょう。前回のパートで無事にめぐみちゃんが彼女になりました。えりちゃん若干表情が怖いですね。今回なんでめぐみちゃんの好感度を上げつつ、監督評価を2年目はクリアできるんですけど、3年目クリア用にちょっと上げながら仲間評価とかも上げていきたいなと思っています。まあ、とりあえず体力あるから一旦ノック打っておこうかな。ノック打ちつつ、お、ゆうきちゃんじゃないの。今田活動ちゃんじゃないの。いつも球場で応援してるよ。ありがとうございます。うちの店に来てくれよ。あんただったら大サービスするからさ。すげえ、あんただったらっつってんの。勇気人気なのか。すごいな。一見ね、出前の途中だったんだ。母ちゃんに怒られる。いつも怒られてる。いつも騒がしい人だな。でもいい人ですよ。もう一回言っとくか、そうしたら。まあ、3% だったらそうそう怪我はしないかっていうと怪しいんですけど。じゃあ、これで、あ、うまいさんか。うまいさんはちょっと別にって感じだな。じゃあ、めぐみちゃんデート行きましょう。そしたらね、夜景見物とか2回目行ってないよね、確か。めぐみと楽しく、行ったかな？あ、相変わらずホテルパワーなんだよな。そうなんだよな、付き合った後はね、5あたりかな、ホテルパワーめっちゃ行くようになったの。5と6ってめっちゃホテル行きますよね。あ、でも2も行くな。プロ野球選手だからか。なるほどね。さすが体力あるから性欲もあるのかな。まあ、ゆきさん、今から買い物行くんですけど、どうすか？一緒に行きましょう。後輩と一緒に行く買い物もいいでしょう。はい、今日の買い物これにて終了です。じゃあ帰るか。そうっすね。仲間評価上がる。仲間評価上げとくのは大事ですね。さあ、キャンプだ。いいかみんなよく聞け。僕も来年に勝負をかけたい。そしてそのためには若い選手にもっとチャンスを与えたい。まあ、若いといえばゆうきさんみたいなとこありますけど、ゆうきさん29なんですけどね。ジロリ。そして、やばいディアンス。さっきの監督の発言、オイラたちベテランをクビに。おー、ゆうきとボンダー、こんなところにいたのか。ちょっと打撃練習を見せてくれ。はい。いや、そんなこと言うけど、シーズン中めっちゃ活躍させてくれたやん。やべ。ちょっと待って、でも相変わらずその初期能力だからな。打てるかどうかは怪しいんだけど、とりあえず1個打った。3つ打てばとりあえずセーフなんだい。あー、やべ。これボール球だったか。あ、でも入ってんな。3つ打てばいい。OK。あと1個、あと1個。6球中1球打てばいいからいける。やべえ、じゃない。なんで？いや、今のも。なんで？あと1球なんだ。来た！ OK、OK、OK、OK。20ぐらい欲しいね。いや、じゃない。あと1個、あと1個。あ、これボール球だ。うわお、ミスった。踏んなきゃよかった。オッケー、追加で1個取れた。そこまでだ、もういい。くそ。これでは首の口実にできん。へへ、ざまあ。なんとか切り抜けたな。いいじゃん、監督さんざん使ってくれたんだからね。ちょ、その優しくしといて。で、これで打って監督評価さらに上げていくと。じゃあ、めぐみちゃん評価も上げつつ。あ、海いいですね。11月の海とかいいんじゃないの？夕焼けが綺麗ですね。確かに。あっちの岬の方まで行ってみませんか？走っていこうか。よし、走っていこう。あ、待って、ゆきさん。あはは、うふふ。もうすーぐホテル行く、この人たち。すーぐホテル。いいね、最高ですね。んじゃあ、あ、ボンダ君いる。ボンダ君行こうか。また来たんでやんすか。ゆき君はこの部屋に来るのが好きなんでやんすね。まあね。そういうわけじゃないよ。ボンダ君テレビの位置高くない？あそこ見にくいと思うんだけど、絶対。一緒に練習でもと思って。
じゃあ今日は友情タック練習でやんすね。いやそれもパワプロだよ。前にもんなこと言ってたな。なんなんだよそれは。友情パワーが練習効率をぐんとアップさせるのでやんす。でもいつもの練習も同じように一緒にやってるじゃないか。それともいつもの練習は手を抜いてるのか。いつも一生懸命やってるでやんす。でも今日はそれよりさらに必死に練習するのでやんす。なんだか詐欺師の工場みたいだな。その起爆剤となるのがゆうきくんの心意気なのでやんす。心意気だと。え、俺の？そうでやんす。普通オイラの部屋に来たら秘蔵のコレクションを見るとか一緒にゲームするとかなのに、あえて練習という意外性のある選択。いや、相手プロ野球選手だからな、そうでもないと思うけど。これが友情パワーなのでやんす。のんびり議論してる暇ないでやんす。とっとグラウンド行けでやんす。ボンダ君の言ってることにいくつか疑問があるが、とにかく必死で練習しました。まあ、疑問は解消した方がいいと思うんだけどね。体力減るのはちょっとありがたいな。デート打ちやすいというか気持ち的に打ちやすくなりますね。あ、温泉行こうか。温泉気持ちよかったですね。今日はここでパンパンかな、ホテルパワーの代わりに。ゆうきさん、一緒にお土産を買い行きませんか。いや、温泉街のお土産ってめっちゃいいですよね。うん、行こう。ゆうきさんは何を買うんですか。いや、もう謎の、え、ない。俺買いたい謎の剣に竜巻きついたみたいなお土産がない。絶対買ったことある人いるっしょ。買ったことある人いたらコメントください。こんなかな、温泉まんじゅうでいいかな。温泉卵とか長持ちしないっしょ。温泉せんべい温泉まんじゅうでしょ。俺は温泉まんじゅうを買うよ。あ、私もそれにしよう。オッケー。お前旅館行ったばっかやろ。旅館行って帰りにホテルはしごすんの。はしごすんの、すげえな。さすがですね、スポーツ選手の体力さすがですね。でこれで監督評価上げつつ、今日は契約更改だ。クビにだけはなりたくないな。まあ平気でしょう。ゆうきです。契約交渉に来ました。ムーン、どうしてあんたたちがこの場に。お前らここの席座んの偉そうだな。でも3人いるんだけどな。ムーン、もともと僕たちはモグラーズの球団職員なんだな。ムーン、契約更改は僕たちの仕事になったんだな。ムーン、会長の言うには適材適所なんだな。いかにも手強そうだ、確かに。ムーン、君の年俸はこれなんだな。ん？これってプロ野球で決まってる最低レベルの給料じゃないか。ムーン、それが嫌なら自由契約なんだな。あ、いや、それは、そして。結局最低の年俸でサインか。まあ、交渉材料もないからな。くそ、来年は文句のつけようがないくらい活躍して給料たっぷりもらうぞ。頑張れ、頑張れ。でもな、能力上がんないぞ。能力上げないままどんくらいいけるかだぞ、問題は。じゃあ、めぐみちゃん行って。まあでも逆にホテルパワーとかはしごしてたらね、それ能力も上がるんじゃないかみたいな疑惑ありますけど、ショットバー。あ、めぐみと楽しく過ごした、結構回数こ、恋の病でした。恋の病は恋の病で厄介だな。タイミングは自分で決めたいところなんだけど、ただ、めぐみちゃんの好感度的には今、割と言ってんね、もうちょいで70か、結構高めですね。そうしたら、じゃあ研究所で行くかな。ボンダ君いたら行きたかったんだけど、なんだか妙に想像しいな。あ、博士、何をやってるんですか？初心を思い出してな。地下の施設を、おーっと。まあ、研究者としてこれ以上は秘密じゃな。では忙しいのでこれで失礼するよ。何なんだろうな、一体。あれ、ボンダ君？おー、ゆうきくんもここに目をつけたのでやんすか？は？いや、目をつけられた側だけど。あれ、知らなかったんでやんすか？ここで2年前に巨大ロボットが暴れたんでやんすよ。巨大ロボット？たびたび見るな、パワポケでは。なんだいそりゃ、ひょっとして博士の仕業か？結局正義の味方に倒されたという噂でやんすけどね。おいら、そのロボットの部品が落ちてないかどうか調べに来てるのでやんす。はいはい、頑張ってね。しかし、俺の身に起きたことも信じらんなかったけど、世の中には不思議なことがいっぱいあるんだな。いや、お前割と不思議の代名詞みたいなことになってるからね、今。入れ替わるって相当不思議よ。じゃあ、女の子めぐみちゃん行って、そうだな、遊園地。遊園地で、あ、君に乗る？君に乗るはありなんじゃないの。彼女になったし、実際普段乗ってるだろうからいけるくない？めぐみちゃんに乗ろう。めぐみちゃんに乗ろう、パコ。ま、それは下ネタだろう。ゆきさんのバカ。あ、でもバカって言っときながらここは来んのね。あー、ムーの丸中だった。ダメだ、下ネタ系ダメだ、めぐみちゃん。ホテルめっちゃ来んのに。え？あ、電話だ。あ、ゆきさんですか？これ怖い。BGM なし怖い。よかったらこれからどこかに行きませんか？あ、めぐみちゃん？いいよ、行こう。そして。はい、クリスマスプレゼント。つまらないものだけど受け取ってくださいね。いや、でもバーで過ごすクリスマスとかちょっと大人やん。ありがとう、めぐみちゃん。ゆきさん、私なんか少し酔っちゃったみたいです。わーお。これは、ホワイトクリスマス？それじゃあそろそろバック、帰ろうか。バック。
バカ、バカ。送って、バカ。はい、ありがとうございます。バカ。あ、こいつバカ。こいつバカ。愚か、愚か。そこはまあ送り先違うだろ。家に送っちゃダメだよ。相手も期待してたはずだよ。パチンコ屋はさすがにない。それは無理。うん、それは怒られる。ヘルスセンター行こう。そして、ヘルスセンターってお風呂屋さんだったんですね。下ネタ。今回下ネタ多いよ、めぐみちゃん。あれ？めぐみちゃんは来たことがなかったんだ。初めてですよ。いろんなお風呂があるんですね。ゆうきさんはどれが好きなんですか？あー、いや、めぐみダメ。お風呂でめぐみさらにダメ。電気風呂も僕、電気苦手なんですよね。ビリビリする系。なんかペンとかカチッと押すとビリってするのとかめっちゃ怖いんで。ゴエモン風呂とかちょっと良くない？俺はゴエモン風呂が好きだな。多分めぐみちゃん好きだとは思えないけど。ここにはそんなのありませんよ。滑ったかな。でもちょっとかっこいいじゃん、ゴエモン風呂って。うわ、ちょっと待って、好感度上がらなくなってきたな。ちょっと待って、めぐみちゃんのこと考えて選ぼう。今、自分が選びたい選択肢めっちゃ選んじゃってる。大団円、第三章ですね。元旦だ。明けましておめでとうございます、ゆうきさん。あ、めぐみちゃん？おめでとう。よかったら一緒に初詣に行きませんか？そうだね、初詣に行こう。そして、さあ、お参りしよう。ゆきさんは何をお願いするんですか？あー、そうですね。女の子にモテたいにしときましょうか。さて、お参りもしたし、おみくじでも引こう。私もやってみよう。さあ、どうなるか。ここよ。お。もう一個。あ、危ねえ。危ねえ、今日かと思った。あ、吉だ。うん、まあこんなもんだろう。めぐみちゃんはどうだったの？私はゆきさんと同じですよ。ほんとかな。さて、お茶でも飲んで帰ろうか、めぐみちゃん。はい。1しか上がらん。1しか上がらん。しょっぱかった。じゃあ、本屋さんとか行こうかな。あ、この本欲しかったんです。ちょっと買ってきますから待っててくださいね。うん、いいよ。右のコーナー、左のコーナー。まあ、エッチなのは、なんか端っこ側にあると見越して真ん中にしとこう。それじゃあ真ん中のコーナーで待ってるよ。そして。お前、バカ。真ん中にエッチなの置いてんの、この本屋。俺の予想、まんま外れたやん。ゆきさん何を見てるんですか？あ、めぐみちゃん、もう買ってきたの？ゆきさんのエッチ。え、違うじゃん。この本屋の配置が悪くない？ど真ん中に置くなよ。そして、ゆきさん今日は楽しかったわ。それじゃあそろそろ帰ろうか。めぐみちゃん送ってくよ。はい、ありがとうございます。いや、違うじゃん。これは本屋が悪いじゃん。まさか真ん中にあるとは思わんやん。ランニングよりは、あ、大神がいるな。大神イベントやっとくか。何ですか、ゆうき先輩。いや、特に用事はなかったんだけど。へえ、いい部屋だな。あ、そうなんですか。でも、うん、俺のところより広いよ。それに、まだ物が少ないから一層広く感じるな。まあでも、プロになって結構経ったんだけどな、この人。まあ、俺たちには野球の道具以外必要なものはあんまりないけどな。そうですね。あ、そうだ。まだプロの生活に慣れてないので、先輩に聞きたいことがあったんですよ。結構懐いてますよね、大神は5の主人公に。おう、何でも聞いてくれ。いい後輩と先輩って感じしますけどね。まあ、この男は女の子と遊ぶことしかやってませんけど。じゃあ、マニアショップ行こうか。これ2回目だよね、確か。このお店って結構楽しいですよね。あ、ガンダーロボがたくさんあるわ。めぐみちゃんはガンダーロボは好きなの？うん。最初の話は好きで結構見てましたよ。ゆうきさんはどのガンダーロボが好きなんですか？あ、でも最初の話っつってんなら初代の方がいいんじゃない？俺は初代ガンダーロボが好きだな。やっぱりそうですよね。ちょっとさすがにそろそろ話合わせとかないとまずいかなと思ったんで。好感度上げることかな。ま、ちょ、本当にこいつ練習しねえな。本当に練習しないっすね。そうだな。ショッピングとかも2回行ったっけ？このビトネのバッグ素敵。絶対ビトンでしょ。あ、こっちのプララも可愛いわ。プラダでしょ。ワンチャンプテラに見えるんだよ、それ。ゆうきさんはどれがいいと思いますか？あー、ビトン、プラダ、チーコ、ジーコか？なんだ、コーチか。めぐみ、あー、悩むなー。でもこれならプラダかな。俺はプテラが好きだな。それじゃあこれにしよう。金持ってんな、めぐみちゃん。ファミレスのバイトとかだったはずなの。金持ってんな。サクッとそんなノリで買えるブランドもの。すげえな、めぐみちゃん。へえ、そうしたら、ちょっともう、あ、パチンコ屋行ってみる？パチンコ屋行ってみる？そして、ゆうきさんはパチンコはよくするんですか？意外と乗り気。先輩のうまいさんと時々行くぐらいかな。めぐみちゃんは？何回かしたことあるけど、私左利きだからなんか馴染めなくて、何回か来たことあるんですね、めぐみちゃん。まあ、めぐみちゃんは左利きなんだ。ゆうきさんはどっちが好きですか？いや、利き腕にどっちが好きとか別になくね？どっちでもいいよ、本人が使いやすかったら。どっちでもいいよ。うん、どっちでもいいや。
ゆきさんって結構優柔不断なんです。いや違うよ、別にそこで逆にこだわり持たせてさ、なんか俺は右利きの相手じゃないと結婚したくないんだとかいう男の方がめんどくさくない？え？それ、え？俺が悪いの？これ今の。え？今日は帰りが遅くなっちゃったな。あれ？寮の前に誰かいるぞ。ストーカー？よかった。ゆきさんお帰りなさい。あ、めぐみちゃん？はい、チョコレート。ちゃんと食べてくださいね。あ、今日はバレンタインデーか。ありがとう、めぐみちゃん。それにしてもめぐみちゃんずっと待っててくれたの？うん、さっき来たところですよ。手が冷たくなってるよ。あ、いい女。大丈夫ですよ。それじゃあ私帰りますね。いや、いい女。あ、送っていくよ、めぐみちゃん。本当ですか？ありがとう、ゆうきさん。ワンチャン怖い説あるし、めぐみちゃんストーカーに悩まされてたはずなのに若干似通ってきてる。でも好感度80超えてるから割といい感じなんで、これは練習入れつつの方がいいでしょうね。こう、虫歯。忘れてた。そんなあったっけ？完全に忘れてたわ。もう一回、うわー、でも 6% は大丈夫か？ 5% 超えると怖いぞ、パワポケって。怪我率。でも大丈夫そうだね。じゃあ、ここね、仲間が、イサムはいいや。めぐみちゃん行きましょう。扱いよ。まあ、しょうがないですけどね。ファミレスは絶対地雷な気がするんで、海とか行ってみるか。あ、海も冬の海だからか？あ、でも割と好感の方。ブブ、何？うっさい、車ねやんすね。ん？あれ？古沢さんじゃないですか？どうして車になんか乗ってるんですか？買ったんだよ。どうだ、かっこいいだろ。お前、2の頃も買ってたよな。新型の RV 車だぞ。かっこいいでやんす。おいらも乗せてほしいでやんす。おう、それじゃあドライブにでも行くか？行くでやんす。おいら海に行きたいでやんす。そして、海に着いたぞ。天気が良くて気持ちいいでやんす。海は最高でやんす。砂浜を走るのは、足腰を鍛えるのに、持ってこいだぞ。ドライブでやんすよ。なんで走るんでやんすか。お前らちょっと走ってこい。走りましょう。よし、行こう、ボンダ君。おいらのんびり昼寝でもしてた方がいいでやんす。昼寝は家でしろ。それじゃそろそろ帰るか？帰るでやんす。また来るでやんす。楽しんでるやん。仲間評価とか監督評価上げてくれてもいいのに、今のは。あ、大神いますね。やあ、大神。ってなんだこの荷物は。いや、メーカーから昨日届いたんですよ。んー、ドリンク剤？あ、よかったらどうぞ。じゃあとりあえず1本もらっておくよ。コマーシャルの仕事でも受けたのか？いや、テレビの取材の時に。あ、そっちか。このドリンクの名前を出したんだな。うかつに商品名は言えないよな。あ、影響力があるから商品名言ったら、商品言ってくださってありがとうございますって言ってメーカーさん送ってきたのか。すげえな。俺そのぐらいの YouTuber になりたい。俺の時は球団から怒られたぞ。軽率なことするなって。先輩もそんな経験が？いや、経験しなかったのかな。小杉時代ですね。お、スーパーパワービートありがとうございます。ああ、今日も疲れたな。明日に備えてゆっくり休もう。あれ？眠れないぞ。お前シンプルに悪いイベントやんけ。やめてくれ。いやー、怪しい。薬欲しいな。薬ないんだよな。お香でもいいんだけど、お香が今一番欲しいな。あ、これはこれはめぐみちゃんにしておきましょう。そうしたら寿司屋。ゆきさん、バイト料が入ったところなんで今日は私がおごります。めぐみちゃん金回り良くない？何の仕事してんの？めぐみちゃん今は何のバイトをしてるんだい？ナイス、聞きたいこと聞いてくれた。今度はコンビニで働いてるんですよ。絶対嘘じゃん。大人のコンビニでしょ。ん、そうなんだ。いや、割り勘かな、ここは。それじゃあ今日は割り勘にしよう。はい。そして、まあ、おごってあげるって言ってた気持ちも無駄にはしたくないで、あんまり上がんなかった。不眠症は治ったわ。不眠症なぜ治ったのかよくわかんないけど。寿司食ったら元気よくなったのかな？そういうこと？じゃあ総合練習入れつつ、虫歯は早く治さないといけないんですけどね。今回は別に治さなくてもいいかなって感じです。怪我率 9% は怖いな。大神いるね。あ、ゆき先輩。小包みを開いていたのか。中身は果物か。いいね、果物美味しいよね。田舎から送ってきたのか。はは、僕に田舎なんてないですよ。親戚は全部都会にいますから、俺も一緒ですね。これは母校の日の出高校からの差し入れです。田舎がなくて母校から差し入れ？ということは、野球のために遠くの学校へ行った。大神くらいのレベルなら野球の名門校に行くのも当然だな。いや、それちょっと違うんだけど。あれ、でも日の出なんて野球の名門校あったっけ？日の出高校は普通の高校です。父の仕事の関係で日の出島に引っ越したんですよ。どうして差し入れが？これでも母校の野球部を立て直した功労者なんですよ。まあ、めっちゃ強かったからね、大神だけ。飛び抜けて強かったからね。日の出高校の野球部って一時期俺一人でしたからね。そう、主人公たちが卒業して、その後結局一人になっちゃったんですよね。後輩入ってこなかったんで。それは結構すごい状況だな。しかもその一人がプロ入りか。
まあ俺の代で野球部を潰すのが部の先輩に申し訳なくて頑張ったんですけどね。これが4の主人公とか山田とかのことですね。その状況に比べればプロ野球なんて楽勝かもしれないな。よし、今日はその気合を借りよう。その時の気持ちで一緒にガンガン練習してみよう。面白そうですね。手加減はしませんよ。ちょっと怖いよ、ほうれい線が。一緒に練習しました。ありがとうございます。ゆき、来週からペナントレースが始まる。お前は開幕スタメンだ。え？返事は、はい。よし、頑張るぞ。頑張っとけ。この3年目の BGM がいいんすよね。OK、じゃあ今回ここまでにしておきましょう。で、次回から3年目スタート、ペナント開始ということで、ここでなんとかね、勝って勝ちまくって、小杉と最後の戦い挑みたいと思います。じゃあよければチャンネル登録、高評価お願いします。バイバイ。はい、どうもゆうきです。パワポケ静止実況 R、初期能力縛りでパワポケ5実況プレイ続きやっていきましょう。めぐみちゃんのイベントを進めながら3年目の試合勝っていくって感じですね。ん？なんか視線を感じるぞ。おかしいな、誰も見てないよな。気のせいかな。どうかしたんですか、ゆうきさん。ん？いや、なんでもないよ。行こう、めぐみちゃん。なんでもあるだろ、絶対。いよいよペナントレース開幕だ。よし、俺の力を見せてやるぞ。頑張ってくれ、頼むよ。頼むよ、打ってくれ。やべ、スローボールだった。早かった。振るのめっちゃ早かった。あ、やー。変化球ちゃんと使ってくるからね、3年目は。スローボール。スローボールじゃなくてスローカーブで読みは合ってたけどダメだった。わー。ちょっと待って、勝て。先に1点取ったれ。こっち全然打ってねえな。大丈夫か？みんな頼むよ、打ってくれ。あ、ちょっと待って、早かった。あーもうもうまずい。あ、でも2-1。点取ってんのはいいんだけどさ、主人公は主人公で打たないと評価落ちちゃうんでまずいんすよね。オッケー、やっと打てた。クリアのためには監督評価も必要なんで、そこは頑張っていかなきゃいけないところですね。あ、でも OK。3-1。この試合は勝てましたね。もっと頑張んなきゃいけないけど、まあ、とりあえず勝てたから。よし、開幕戦で勝利だ。今年はいいところまでいけそうだな。よかったです。ありがとうございます、監督。じゃあ、女の子のことで頭いっぱいっぽいんで、ここはデート行っておきましょう。温泉かな？やっぱ温泉ですね。温泉からのホテルはしごですね。ん？また誰かに見られてるような気がするぞ。キョロキョロ。誰も見てないよな。やっぱり気のせいかな。どうかしたんですか、ゆうきさん。ん？なんか変な視線を感じたんだけど誰もいないし。え？私なんだか怖いわ。大丈夫だよ、俺と一緒なら。最高、めぐみちゃん。ええ。守ったれよ、ちゃんと。めぐみちゃんのこと。体力落ちてんな。もう一回デート行っておくか。てか、イベント確実に進めておきたいんだよね。あ、展望台がある。展望台行ってみようか。街が一望できて、いい眺めですね。めぐみちゃんはここに来るのは初めてなのかい？ええ、私は初めてですよ。ゆうきさんはよく来るんですか？あー、もういいな、選択肢が。H まであるよ。1,2,3,4,5,6,7 何回目なのかわからない。こんなにいる？7回と5回とか何が違うの？初めてにしとこう。俺も初めてだよ。本当ですか？本当。2回返事する人って適当って言うよね。もうやっとくみたいな。オッケー。これでじゃあ体力余ってるからノックをしておく。監督評価は稼いでおく必要がありますからね。てか監督評価が、これ3年目クリアラインそこなんすよ。あ、でもあと10ぐらいか。じゃあそこまで無理しなくても。むしろめぐみちゃん優先で進めてもいいかもしれませんね。じゃあ、ショットバーとか行っておこうか。行きつつ、今年うちのチームは調子がいいな。この調子がいつまで続いてくれるかでやんすね。おいおい、俺たちが続くようにするんじゃないか。よし、今日も頑張るぞ。頑張るでやんす。頼むぜ、初期能力の男。能力的には期待できないけどね。なぜかちょっと、あー、ダメだった。期待した瞬間にやらかしたこいつ。そういう男なんですよ、この男は。まあ、2対1。ちょっと待って、この試合負けんのは嫌だな。いや、最初の方の試合勝っとかないと後半辛いからな。やべ、スローボールだった。ここは勝っときたいところなんですが、怪しい空気ですね。ここ！オッケー！あー！今のも取るの？マジか。ちょ、みんな打ってくれ。諸星打ってくれ。諸星ホームラン打っとけ。よし、やべえ、ダメだった。あ、やばい！ 4-2！ 9回裏。まあ、ここで勇気がね、一発ホームラン打てばいいんですけど、ホームラン打つほどの性能はないんですよね、彼は。まずいですぞ。非常にまずいですぞ。あー、また打ち上げてしまった。ちょっとみんな打ってくれ。
いやーダメだった。ちょっと待って、これ厳しいな。ここで負けんのは厳しいな。おい、ゆき。あ、北条監督、呼び出された。お前、こんなとこで何やってんだ？俺はランチでも食べようかと思って。監督こそ何してんすか？俺か？俺は今からここで人と会うんだ。ちょうどいい、お前も来いよ。おごってやるし。あざまーす。いいんですか？じゃあご一緒します。そして。そういや、ゆき、お前なんか最近元気ないな。え、わかりますか？いろいろと悩みが多くて練習にも身が入らないんです。だろ？お前見てたらわかるんだよ。監督理解してくれる。お前には邪悪なオーラが付きまとってるから、怪しくなってきたな。え、オーラ？そうだ、ゆき。お前、ハッピーになりたいだろ？そりゃ、なれるのなら、でもその表記のハッピーは嫌な気がするけど。この宝石を身につけてみろ。何でも願いが叶うぞ。なんかダメな気がするけど。アルティメット龍神石 Z？ これってひょっとして、うだうだ言うな、つけてみろって。お前の悩みがすべて解決されるぞ。ちなみに50万円だ。50万円？心配すんな。どうせこれつけてりゃすぐたまんだからさ。買いましょう。買います。そうかそうか、じゃあこれにサインしろ。かけたか？よし、今日からこれはお前のもんだ。俺そんなにお金ないんで分割払いでいいですか？ああ、全然構わん。でも毎月ちゃんと支払うんだぞ。はい。まあ、でも監督評価大事ですからね。めっちゃダメージ食らったな。めっちゃダメージ入ったな。めぐみちゃん、でも監督評価は稼いだよ。試合は負けてるからな。そっちは上がんないんだけど。あ、弱気は治った。めぐみちゃん助かる。あ、これめぐみちゃん見に来てくれてんのか。オッケーオッケーオッケー。仲間評価さ、うわー、ダメなんかい。めぐみちゃん好感度落ちるんかい。そこは主人公落ち込んでる時に元気づけてくれよ。頼むよ。夜景見物。めぐみちゃんのイベント来ない。あ、来た。ん？なんかまた視線を感じるぞ。店長、お久しぶり。あ、あれはファミレスの店長じゃないか。え？あ、逃げたぞ。捕まえてやる。ゆきさん待って。めぐみちゃん、どうして止めるんだい？あのね、私ゆきさんに隠していたことがあるんです。え？あの、ダメ、ゆきさんには言えない。やっぱり私はゆきさんに似合うような女の子じゃないんです。え、どういうこと？ごめんなさい。さよなら、もう会えません。私のことは忘れてください。勝手なことばかり言って本当にごめんなさい。いや、勝手なこと言ってると思ったら、ちょっとそこはさ、そこはちゃんと説明してほしいな。もう少し、もう少し早く出会いたかった。女の子複雑ですね。どういうことなんだ。さっぱりわからないや。さようなら男、身につかないで。あれ、帰ってしっかり寝ておくと。あれ、博士じゃないですか。もう勇気か。こんなところで何を。何、モル、あ、大丈夫ですか。被験者を探しておるのじゃ。絶対モルモットでしょ。被験者ですか。どうだ、この薬飲んでみないかね。あとでレポートを提出してくれればタダでいいぞ。ああ、怪しい薬だな。飲みましょう。あら、ふむ、失敗したか。あの、バカバカ。あ、でも入院はしなかったからいいや。じゃあノックして、胃炎が怖いけどノックはしておく。監督評価を上げつつ、めぐみちゃん、あれ以来めぐみちゃんと会ってないからな。とりあえず電話してみよう。誰も出ないや。仕方がない、また今度かけてみよう。もうむしられてますね。さて、今日も試合頑張るか。頼むよ、打ってくれよ。ここ負けたらやばいよ。2勝はしとかないと終わるよ。なお、落ちなかった。落ちるかなって今思ったんだけど、落ちなかった。でも0-2、いいよ。勝ってはいる。ここっしょ。あー、のー、サブローにめっちゃ取られる。サブローにめっちゃ取られる。サブローさん、サブローさん、仕事サボって。あ、オッケーオッケーオッケー。よし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 。一球は打てた。一回は打つこと大事、これ。各試合一回は打っておきたい。オッケー。うまいさんホームラン打ってんの？すげえな。よし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 。よしよし。試合に勝てると監督も楽しいな。監督楽しいでしょ？勇気使うの楽しいっすよ。あ、気持ちのいい天気だな。ちょっと走り込みか。オッケー、走っておきましょう。で、めぐみちゃん。よし、もう一度めぐみちゃんに電話をしてみよう。やっぱり出ないや。まあ、となったら家まで行くしかないでしょう。主人公もストーカーじみてきましたね。あんな終わり方したくないもんな。ちゃんと会って話をしなくちゃ。よし、ちょっと家まで行ってみよう。そして、確かこの辺りだったよな。あ、この家だ。ん？誰もいないみたいだな。仕方ないや、また今度来よう。これをね、8月2週までに確率 20% なんですよ。20% を引き当ててめぐみちゃんを見かけておかなきゃいけないんですけど、いけるかな？いやー、20% とか怪我率だったらほぼほぼ 100% 怪我すんじゃん。なぜこういうイベントの 20% は来ない？来てくれ。来てくれ。来ない。 20% だよ。5回に1回は成功してもおかしくないよ。今もう成功してもいいぐらいの感じだよ。頼む、来てくれ。めぐみちゃん、君に会えないと君を救えないんだ。いや、全然出やしない。めぐみちゃん、頼む、
お、ゆうきちゃんじゃないの、いつも球場で応援してるよ、ありがとうございます。いやちょっと待って、今田勝三さんの相手してる場合じゃない。今田さんの、ああパービタありがとうございます。ありがとうございますなんですけど、めぐみちゃんが来ないんですよ今田さん。一緒に、お、来た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 、ちょうど5回目で来た、5分の1の確率5回目で来た、運悪すぎか。あ、ゆうきさん、あ、逃げるように家に入っちゃった。やっぱりもう俺には会いたくないのかな。もう電話するのはやめよう。最近なんだか調子悪いよな。絶対そのめぐみちゃん関係じゃん。めぐみちゃんのことでちょっと女の子に、こいつすげえな、切り替え早いな。さすがに切り替え早すぎでしょ。ちょっと待って、でもデートするんだったら、あやかさん、あやかさん、めぐみちゃんダメだったからあやかさん行こうかな。よし、あやかに電話してみよう。最低ですね。あなたのおかけになった電話番号。まあ、そういう最低の男だからだよ。恋の病治った。これは助かる。あ、でも恋の病治ったんならもう最低な男プレイはないですね。はーい、そこのボーイ、あなたプロの選手ですね。俺のこと？ボーイって年じゃないけど、プロの選手は当たってるよ。私の目はごまかせません。マインドスキャン。この足の筋肉のつき方は明らかにフットボールの選手です。え？俺サッカーの選手じゃなくて野球の選手なんだけど。ははは、そんなわけないです。あなた見たことありません。うるせえ。そんなことないだろ。ちゃんとテレビにも映ったんだ。それならこのボールを力いっぱい投げてみてください。よし、任せろ。あ、いきなりボールをぶつけるなんてどういうつもりでやんすか？ごめん、ちょっとそこの外国人が。あれ、いない。もっと上手い言い訳をするでやんす。いや、僕のせいじゃないんだけどな。僕のせいじゃないんだけどな。先輩にもらったエロいビデオ見とこう。これビデオを見ておいて、体力とやる気を、体力じゃねえ、やる気を回復しておく。で、スーパーバービタも飲んでおいて、後輩にもらったやつで回復しておく。いや、怪我怖いからな。あと、胃炎も怖いからな。体の病気治しとこうか。胃炎で練習できないの、虫ばかよ。おー、いいところであったな。あ、博士のところのロボット。高雪だよ、高雪。あ、そうでした。たくもう、ところでお前ゲーはできるか？急にどうした？は？いや、野球なら得意だけど。いや、話になんねえな。いや、俺も考えたわけよ。そろそろこの金属の外見で売るのも限界かなと。いや、そんなことはないと思う。お前はすごいと思うよ。売るって、まあ、誰かに買われるのか？お前わざとやってないか？子供に対する受けだよ。まあ、そうなのか。俺は近所の子たちの人気者なんだよ。まあ、そうでしょうね。ところが最近どうも飽きられてる。やっぱりキャラクターだけで売るのは時代遅れなんだよな。でも俺も野球しかできないし。野球とるつせえな。野球ぐらい俺にもできら。昔は火星モグラーズのだな。ロボットに野球ができるのか？ロボットのくせに。てめえ、何度ロボットと火星モグラーズ、なんか混ざってない球団。混ざってない。野球ができるって十分すごいことだと思うけどな。そうか。なるほど。これからはゲイじゃなくて実力の時代だよな。ありがとうよ。やれやれ言ってくれたか。あれでも野球って一人じゃできないよな。何ぼやぼやしてんだよ。行くぞ、おら。あ、そうなるわけね。暗がりさーん。暗がりさーん。子供たち相手に即席の野球教室を開いた。もうこんなに習うから変な感じになるんだよ。へえ、お、監督評価上がった。助かる。そこのあなた、急に出るな。久しぶりですね。あ、お前はこの前の。アルベルトです。日本で野球のコーチやってます。野球のコーチ？草野球の会？しかしその実態は、メジャーのエースで4番でコマンド3本の使い手でオリンピックのアスリートなのです。そっか。じゃあ頑張ってくれ。あ、ちょ、待つんでーす。ついでだからあなたをコーチしてあげます。いや、いいって。いいですか？オッケー。そこのグラウンドに行きましょう。日本語難しいです。あ、いや、そうじゃなくて。日本語厄介です。付き合ってあげましょう。はい。これであなたも立派なプロのベースボーラーです。どうもありがとう。翌日。なんか今日のゆうきくんは動きが変でやんすね。昨日変な練習をさせられて調子が狂ったんだ。最悪。あいつろくなやつじゃない。お、え、でもセンス待つなくなったってことは何？センス丸ついたの今ので。やば、アルベルト最高か。え、でも変な動きさせられたって言ってたけど。さあ今日も試合頑張るぞ。さあここも勝っておきたいね。今一回負けちゃってるんで、この状況で小杉と争うためにはもう全勝しておきたい疑惑まであるんで。あ、やっぴ、くそー、チェンジアップの後のストレートきつい。1対1、まずいぞ。ここしっかり打ってけ。オレイ！あーっと、これは飛びすぎましたね。これはやらかしましたね。え？ 1 対 8？ 急にめっちゃ打つやん。え、急にめっちゃ打つやん。そんなに打つことある？
こっちも打つしかないでしょ。オッケー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 、とりあえず1点は取ったけど、え、そんなに急に打つ？1打点は取ったけど大丈夫かこれ。ねえあんた、いくらなんでも飲みすぎだよ。さい、金はあるんだ、俺はスターだからな。え、私にはただの酔っ払いにしか見えないね。さあもう看板だから出てってくれ。おっと、ニュースの時間か。あれ、モグラーズ今日も勝ったのか。最近調子いいね、あの勇気ってやつが。何勇気だと？クソこいつだ、全部こいつのせいなんだ。俺の体を好きに使いやがって。あ、あんた一体何を言ってるんだ。えい、こうしておれん、俺も帰って練習だ。あ、ちょっとお客さんお感情、プロ野球選手が食い逃げしてました。これニュースになりますよ。回復しておいて、運命の電話が。あ、電話だ。ゆきさん、助けて。めぐみちゃん、この BGM 怖いっすよね。どうしたんだ。て、店長に捕まってるの。え、今どこにいるんだい。ファミマ?あ、切れちゃった。ファミマ?ファミレスだ。急いで行かなきゃ。そして、やっと着いたぞ。めぐみちゃんどこにいるんだ。なんかあの部屋の隅っこの方で動いたような気がするぞ。行ってみよう。めぐみちゃん、いるかい?あ、めぐみちゃん。わーお!あ、いてててお、お前は、間だ。俺のめぐみを取ろうとした男だな。また邪魔するつもりか。お前なんか殺してやる。お前ら二人一緒に殺してやる。死ねー。やべえよ。くそ。あお。あれ?こいつ弱いや。でも俺もダメみたい。刺されてますからね。あ、血がいっぱい出てきた。あれ?なんか目の前が真っ暗になってきたぞ。え、出血多量ですね。ゆきさん?ん?あ、めぐみちゃん。ゆきさん?めぐみちゃん大丈夫だったの?よかった。私のことなんかどうでも。めぐみちゃん。そして、よかった。助かって本当によかった。ごめんなさい、ゆきさん。こんな目に遭わしちゃって。めぐみちゃん?これからはこんなことにならないようにずっと俺のそばにいなよ。いい男。え?うん。いや、いい男すぎか?まあでも入院することになってるわけだけどね。まあ刺されてるから、刺されてるって考えたらね、確かに。こんにちは、ゆきさん。具合はどうですか?あ、めぐみちゃん。うん、だいぶ良くなったみたい。毎日来てくれてありがとう。ゆきさんがこんなになっちゃったのは私のせいだもの、当然よ。でもちょっと嬉しいの、私は。ゆきさんに毎日会えるから。わお。それから、ゆきさんお誕生日おめでとう。誕生日か?はい、プレゼント。あ、そうか、今日は俺の誕生日か。ありがとう、めぐみちゃん。古い本だけど、探すの苦労したの。これはもしや、ゆきさんの役に立つかな。すごいよ、この本。読んでるだけで野球が上手くなったような気がしてくるよ。よかった、喜んでもらえて。早く元気になってね、ゆきさん。野球超人でーん。オッケー。これは合力さんでいこうかな、今回。で、センス丸ついた。いいね。センス×ついて、センス丸ついて、センス丸ついてっていう謎のサクセスだね、今回。さあ、この愛の力で、こっから先、ペナントレース逆転していけるといいんだけど。モグラーズ連勝、6年ぶりの優勝か?いいかみんな。今日は首位のチームと直接対決だ。これに勝てば優勝できるかもしれん。気合を入れてけ。おう!さあ、ここだな。ここ大事だな。大栄か、大栄は強いぞ。大栄をもう、幼き日に大栄勝つとセール大栄がやってて、すごい嬉しかった思い出があるんで、ちょっと勝ちたいですぞ。よく見て落ち着いてけ。ここ!あー、きつい。ちょっと待って、最近打ち上げちゃうようになった。先に1点取りたいな、この流れ。遅いな。遅いな、めちゃくちゃ。逆に打ちづらい説ある。あー、もう飛びすぎてる。あ、でも OK。2点取ってくれた、仲間が。向こう、三鷹じゃん。三鷹くんか、これ。三鷹くんか、なるほどね。おし、よし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 。いいよ、4-0。これは勝てる。どうしたどうした、勇気にビビってるのか?ビビることはないぞ、勇気だから。そんなに強くないぞ、こいつ。オッケー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 。勇気めちゃくちゃ打ってる。よし、勝った。危ね、ギリギリか?3勝してたらこれギリギリいけるか?よし、勝ったぞ。俺は4打数2安打だった。もっと頑張らなければな。初球丸、よし、優勝の可能性が残ったぞ。私の人気、初めての優勝の可能性が。OK!
ケーオッケーオッケー。おい、小杉、お前俺がお膳立てしたテレビの仕事すっぽかしただろ。それはまずいだろ。困るじゃねえか、んなことされちゃ。うっさい、俺の人生は最高に充実してるんだ。今は練習の時間がわずかでも惜しい。何熱血してやがる。そもそもお前の能力は偶然手に入れた他人のものだろうが。そうさ、だからこそ俺は野球で奴に勝って本当の小杉になるんだよ。じゃあ負けたら体を返すのかよ。俺は負けない。け、付き合ってらんねえな。いいね、小杉熱血してきたね。オッケー、じゃあ今回ここまでにしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。で、次回ね、最終パートになると思います。最後の小杉の戦い。そして、その後のめぐみちゃんとのエンディング楽しみにしておきましょう。じゃあよければチャンネル登録、高評価お願いします。バイバイ。はい、どうもゆきです。パワポケ静止実況 R 初期能力縛りでパワポケ5最終パートやっていきましょう。また来たんでやんすか？来ました、ボンダくん。つくづくゆきくんは。そういうわけじゃないよ。一緒にタック練習でもと思って。おほう、今回はやる気満々でやんすね。いいでやんす、受けて立つでやんすよ。そして、友情はお互いに信頼し合うだけではなく、競うところに特徴があるのでやんす。なるほど、それを練習に取り入れるわけだな。ゆきくんの方が基礎能力が高いので、まずハンデが必要でやんす。え？とりあえずこの重りを手足につけるのでやんす。なんで？なるほど。よし、準備できたぞ。では、どの練習も競争ということで、それぞれの練習で負けた方が食事会おごりでやんす。え、そうなのか？のんびり議論してる暇はないでやんす。まずはグラウンド50周からでやんす。あー、いつずるい。あ、ちょっと待って、ずるいぞ。この重りちょっと重すぎないか？なんとなく騙されてるようで、いささか疑問は残るが、とにかく激しく練習しました。絶対騙されてるって、それ。絶対騙さ、粘り打ちないっす。いや、疲れたけど、こんなに充実した練習は初めてだよ。どうしたんだ？今、勇気が担架で運ばれていったみたいだが、どうやら練習のやりすぎで筋を痛めたらしいぜ。アホか、あいつは。え、これ大会どうなの？大会？試合どうなの？大会ってなんだ？甲子園か。え、試合出れんのこれ。早くな、え、治んねえ。やべ、治んねえ。ちょっと待って、10月2週だよな、次試合。治れ。え、治んねえ。え、これいつ治んの？もう、ボンダ？ボンダ、こら。こら、ボンダ？あ、ぶね、ギリギリ。モグラーズ優勝目前で連敗、ついに最終日に優勝決定戦。いいかみんな、引き分けだと優勝できないんだ。今日は何が何でも勝て、どんな卑怯な手を使っても勝て、ルールを変えても勝て、子供を質に入れても勝て、たとえ負けても勝つんだよ。大丈夫かこの監督。いや、ダメだと思う。てか10月1週だったじゃん。マジでギリギリだったな。お、いい状況。ここ。あー、ちょっちょきつば、ごめんごめんみんな。やべ、1点取られた。ちょっと、ごめん、本当に。ちょっと、すごいごめん。すごいごめんよ。やばいやばいやばい。ちょっと待って、ちょっと待って。これはバットで取り返さないとだな。さすがに勇気先輩だな。いや、ちょっと、いや、でもワンチャン落ちる疑惑はなかったわ。ワンチャン落ちる疑惑なかったっすね。4点取った誰？誰か満塁ホームランでも打った？え、誰これ？ちょっと、勇気マジ活躍しないな、今回。一回ぐらい打てい。エヴァンス、西野、どっちだ、うち。怒りじゃん、敵のピッチャーしかも。オッケー、何も仕事しなかったけど、リーグ優勝ですね。北条監督と水木さんがめっちゃいい顔してるけど、北条さん、ね、龍神石売りつけてくるからな。勝った、勝ったぞ。これで優勝だな。すれ、ゴロゴロゴロ。ちっとも痛くない。いや、痛いだろ。優勝だ、優勝だ。やったニャンス。ボンダ君、ちょっと若干恨んでるからね、君のこと。モグラーズが優勝か。そう来なくちゃな。待ってろ、ゆうきめ。俺が直接叩きのめしてやる。さあ、次は日本シリーズでやんすね。相手はベイスターズか。小杉のいるところだな。ボンダ君。なんでやんす？日本シリーズは絶対に勝つぞ。何が何でも勝つんだ。まあ、子供を死に入れてでも勝ちましょう。そしたら水木さん。なんだ、また来たのか？はい。今部屋を掃除していたんだが、これいるか？まだ使えると思うんだが。グローブですか？どうしてこのグローブなんです？水木さんってセカンドかショートっすよね。種を明かすとそれは他のやつのものなんだ。本人はトレードで出ていったけどな。これ多分2の主人公ですね。もらっときましょう。いただいておきます。これね、ナイスなグラブが手に入るんですけど、もう僕持ってるんで、上書きされなかったというか手に入んなかった感じですね。何の用だ？いや別にこれといって用事は、あれ？この部屋広いですね。しかもなんだか備品が綺麗だし。ああ、一軍選手用の部屋だからな。俺も一軍っすよ。はは、運が悪かったな。部屋の数が足りないんだろう。あと一部屋ぐらいはあるんだろうが、即戦力の新人が入った時のために開けてあるんだろうな。でも部屋だけじゃなくて、水木さんの買ってる家具も結構良さそうなものっすね。それほどじゃないよ。そのテーブルで20万ぐらいかな、高。あれ？驚かないな。小杉だった時はもっと高いの使ってたからな。て、つまんねえな。ボンナのやつその値段を聞いたら、もったいないでやんす。チョコ卵が1300個以上買えるでやんす。だとよ。
今はそっちの気持ちもわかるな。どっちの立場もわかるようになったっていうのは強いですよね。じゃあここで試合か、ちょっとセーブしとくか。オッケー、セーブ完了。また水木さんだ。めっちゃ来んな、最後。なんだ、また来たのか？お前、よっぽど暇なんだな。水木さんと語り合った。でも、それも楽しい時間じゃないですか。日本シリーズ開幕。日本一の座をかけて、ベイスターズ、トモグラーズ激突。この新聞見てみるでやんす。球界のエリート小杉と、苦労人勇気との対決に注目。だって。まあ、あっちは最近スランプだったでやんすけど、挫折を知らずにスターになったでやんすからね。おいらたちから見れば羨ましい限りでやんす。そうか。俺はたったの3年だが、あいつは10年以上苦労してたんだな。ようやく直接対決だな。あ、ここまで長かった。何もかも奪われた俺が、お前と同じこの場所に来るまで本当に長かった。お前の動機はただの復讐だろ。お前が、その体で、この場所に立っていることが、俺の勝ち全てを否定してるんだ。これね、練習してたら、勇気の姿でもここに来れたって、勇気が証明しちゃったからね。入れ替わんなくてもここ来れたよって証明しちゃったからね、これで。どんなに憎んでも憎み足りないね。決着をつけよう。お互いの過去と野球の才能すべてをかけて。貴様なんぞに負けられるか、このエリート野郎。さあ、ラストバトル。行こう。0対2。やばい、いきなり2点取られてる。だがこれを取り返してこその勇気でしょう。ピッチャーは小杉。ここでなんとか、1打を決め、おっとっと。三塁にわざわざ移動させてどうした？ここで打てばいいんだけど、入れてこないな。警戒してんのかな。なぜ入れてこない。どうした小杉。どうしたどうした。でも1点と、あ、オッケーオッケー。2対2。いいよいいよいいよ。ここでじゃあ打つか。ここよし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 。小杉から一発でかいの打ってやったぜ。オッケー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 。2点決めた。勇気ナイス。これは小杉に勝ったな。男と男の勝負で勝ったな、これは。ここっしょ。よし、いや、この試合炸裂してる。さっきの試合仕事しなかったのは小杉戦で力を残しておくためか、これもしかして。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。6対3。このまんまもうちょっと点取っちゃいたいね。ちょ、落ち着いてけ。落ち着いてけ。よく見てけ。ダメ、落ち着け。大丈夫だ。勝てる。カーブが多いですね。カーブ狙いながら行くか。ここ、くそ、間に合わなかった。マジか、やらかしたな。え、6対5、6対 6? まさかの同点？やるね。ここ。よし、よし、よし。だが勇気、今日の勇気は違う。明らかに打ってる今日の勇気。オッケー、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 オッケー。本当にお前初期能力か？サバ読んでないか、お前。おっしゃ、8対7のギリギリ。よっと！モグラーズ、日本一！また水木さんが仏みたいな顔で、若干パルオが映ってるけど右側に。よっとぜ、勝ったか。あれ？どうしたんでやんす？勝ったんでやんすよ。日本一なんでやんすよ。うん。なんだか実感が湧かなくてさ。それは困ったな。よし、監督の次は結城先輩を胴上げだ。いやあ！ま、活躍したからね、この試合に関しては。その後ビールかけにテレビのインタビュー、大騒ぎのうちに日々が過ぎていった。いや、これは楽しかった。そして日々が過ぎて。よう、探したぜ。小杉か。ん？本来はお前が小杉なんだぜ。もういいよ。今の俺は勇気だ。今更小杉に戻れと言われても帰って困る。やれやれ。俺の方はちょっと戻りたいかな。小杉になる時にいろんなものを切り捨てたからな。まあお互いそうでしょ。それはこっちもそうさ。でも、なんだか慣れちゃったかな。俺もだ。最初は楽してスターになれてラッキーと思ったんだが、結局努力しなきゃダメだったよ。まったくスターは大変だな。おいおい、俺が気楽な生活だったみたいに言うなよ。クビになりかけの二軍選手からモグラーズの主力選手になるのは大変だったんだぞ。あは、いやすまんな。来年もお互いに頑張ろう。あ、そうだな。来年も勝つのは俺だけどな。なに？一回勝ったぐらいでいい気になるな。あははは。はこうして俺と小杉は和解した。奇妙な事件により体と立場が入れ替わってしまった俺たち。結局二人ともこの事実を受け入れ、野球に集中することでこの状況を乗り切った。過去のことでくよくよするよりも、これから何ができるかが重要なのだろう。昨日より今日、今日より明日が大切なのだ。いずれ小杉だった頃が懐かしくなるかもしれないが、今は来シーズンのことで頭がいっぱいだ。よし、来年も日本一だ。いや、いいな。いいストーリーだな。ただね、静止はこの通りで静止なんですけど、この後なぜか静止場だと小杉幸せ島に送られちゃうんですよ。
ここがね、ちょっと、静止とゲーム中に取り得る行動っていうのが違うよって公式で言われてたりするんですけど、そういった要素ですね。このまんま、なぜか幸せ島に流されるっていうのが静止です。じゃあ、パワポケ5なんで5にしておきましょう。はい、登録完了ありがとうございました。一人目ですね。データ吹っ飛んだから。いや、でもこの能力でよう頑張ったな、本当に。ていうか、センス×ついて、センス×が消えて、センス丸つくとは思ってなかったからびっくりしましたね。センス丸2回ついてますよ、この男。俺と小杉は球界でも有名なライバルになった。リーグが違うので、直接戦うには日本シリーズに行くしかないが、お互いの成績は常にチェックしている。小杉め、絶対に負けないぞ。いい関係。めぐみちゃん、お待たせ。はい、どうぞ。あ、うまそう。めぐみちゃんの料理は本当にうまいよ。初めて出会ったあの日のように。今日もめぐみちゃんは俺に料理を運んできてくれている。今はファミレスではなく二人で暮らすこの部屋で、注文は君って言ってるか今も。いや、いいなぁ、ゴいいなぁ、ゴ久々にやると面白いなぁ。しかもゴはね、3年目とか監督評価足りてれば、まあ負けちゃったとしてもゲームクリアできるんで、ある意味難易度低めなんですよね。まあ契約更改でクビにならなきゃなんで、1年目、2年目の方がどっちかっていうとむずい感というかゲームオーバーになりそう感あるんですけど、まあこんな感じでできるので、5気になる方がいたらぜひやってみてください。あ、プロペラモグラーズだ。プロペラ団がいますね。小林さんが相変わらず骸骨みたいな頭蓋骨してますね。いやー、水木さんと愛ちゃんが離れ離れになってる。非常に辛いですね。まあで、これから小杉は南の島に流され、大神はプロで活躍して、まあ後々は世界の命運を背負って立つ存在になるっていうことでね。まあ5あたりから結構 DS のパワーポケに繋がったりとかもあるよね。まあでも3が一番繋がってんのかな、そういう意味だと。サイボーグとか出てくるから。まあこんな感じで DS パワーポケだけではなくゲームボーイアドバンスパワーポケも面白いので気になる方はやってみてください。そしてこれスイッチで出てくれれば非常にやりやすいと思うのでパワーポケ R ぜひ続いてね。5とか6とかもやらせてください。お願いします。じゃあ次回からパワーポケ6の静止実況 R やっていきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いします。ではここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。バイバイ。